純金、本当の名は、モズヤこと、大阪土正町の役首相の生まれで、没年は、明治19年10月14日、墓は、市内下寺町の浄土宗の坊氏にある。千だって通りかかりに、お墓参りをする気になり立ち寄って、案内を請うと、モズヤさんの墓所はこちらでございますと言って、寺男が、 本堂のの後ろの方へ連れて行った見ると、一草むらの椿の木陰に、もずやか代々の墓が数匹並んでいるのであったが、金女の墓らしいものは、その辺りには見当たらなかった。昔もずやかの娘に、近々かかの人があったはずですが、その人のはというと、しばらく考えていて、それならあれにありますのがそれかも、わかりませぬと。 東側の急な坂路になっている段々の上へ連れていく知っての通り下寺町の東側の後ろには生国玉の神社のある高台がそびえているので今有急な坂路は寺の境内からその高台へ続く斜面なのであるがそこは大坂にはちょっと珍しい樹木の茂った場所であって金恩田の墓は その斜面の中腹を平らにしたささやかな空地に立っていた。光誉れ春季家しょう禅上尼、ま、と墓石の表面に芳名を記し、裏面に俗名モズヤこと、剛春季明治十九年十月十四日没、行年五十八歳とあって、側面に門人憎い佐助だてのと告してある。金女は生涯モズヤ姓を名乗っていたけれども、 門ぬくい剣業と事実上の夫婦生活を営んでいたので各モズヤ家の墓地と離れたところへ別に一揆を選んだのであろうか寺男の話ではモズヤの家はとうに没落してしまい近年はまれに一族の者がお参りに来るだけであるがそれも金恩納の墓を問うことはほとんどないのでこれがモズヤさんの身内のお方のものであろうとは思わなかったという するとこの仏様は無縁になっているのですかというと家無縁というわけではありませぬ萩の茶屋の方に住んでおられる七十格好の老婦人が年に一二度お参りに来られますそのお方はこのお墓へお参りをされてそれからそれここに小さなお墓があるでしょうとその墓の左脇にある別な墓を差し示しながらきっとその後で このお墓へも、工芸を手向けていかれますお計量なども、そのお方がお上げになりますという。寺男が示した、今の小さな墓標の前へ行ってみると、石の大きさは、金女の墓の半分くらいである。表面に、新昏金大聖堂神事と国し裏面に、俗名を抜くい佐助、合金大、盆爾屋春金門人、明治40年10月14日没。 行年八日三歳とあるすなわち、これが報い賢行の墓であった。萩の茶屋の老婦人というのは後に出てくるから、ここには、徳舞、ただ、この墓が、春金の墓に比べて小さくかつ、その墓石に、門人である旨を記して、死後にも、師弟の礼を守っているところに、賢行の石がある。私は、檻から、夕日が、 墓石の表に赤々と照っているその丘の上に着んで、却下に広がる大大阪市の景観を眺めた。けだし、この辺りは、何速の昔からある丘陵地帯で、西向きの高台が、ここから、ずっと、天王寺の方へ続いている。そして、現在では、梅園で痛めつけられた木の葉や草の葉に生殖がなく、埃まびれに立ち枯れた大木が、 殺風景な感じを与えるが、これらの墓が建てられた当時は、もっと鬱蒼としていたであろうし、今も、市内の墓地としては、まず、この辺が、一番端正で、見晴らしの良い場所であろう。くしき因縁にまとわれた二人の師弟は、ユーモヤの底に、大ビルディングが数知れず、き立する、豊かずの工業都市を見下しながら、永久にここに眠っているのである。それにしても、 今日の大阪は、賢行が、在りし日の面影をとどめぬまでに変わってしまったが、この2つの墓石のみは、今も朝からぬ指定のちぎりを語り合っているように見える。元来、くい賢行の家は、日蓮州であって、賢行を除くくい一家の墓は、賢行の故郷広州日野町の坊地にある。しかるに、賢行が、細代の衆を捨てて浄土衆に書いたのは、 墓になっても、春金女の側を離れまいという順情から出たもので、春金女の存上中、早く、すでに、師弟の法名、この2つの墓石の位置、釣り合い等が定められてあったという。目分量で測ったところでは、春金女の墓石は、高さ約6尺、兼業のは4尺に足らぬほどであろうか。2つは 低い石式瓦の段の上に並んで立っていて、春金女の墓の右脇に、一本の松が植えてあり、緑の枝が墓石の上へ屋根のように伸びているのであるが、その枝の先が届かなくなった左の方の二十三尺離れたところに、賢行の墓が、ぎっき家として自座するごとく控えている。それを見ると、生前、賢行が、まめまめしく死に仕えて、 影の形に沿うように誇住していた有様さが忍ばれ、あたかも石に霊があって、今日もなお、その幸福を楽しんでいるようである。私は、春金女の墓前にひざまずいて、うやうやしく霊をしたあと、剣行の墓石に手をかけて、その石の頭を愛ぶしながら、夕日が大死骸の彼方に沈んでしまうまで、丘の上に停滞していた。 近頃私の手に入れたものに「モズや春金殿」という小冊子がありこれが私の春金女を知るに至った短所であるがこの書は気づきの和紙へ4号を活字で印刷した30枚ほどのもので察するところ春金女の三回忌に弟子の兼業が誰かに頼んで死の電記を甘せ配り者にでもしたのであろうされば内容は文章帯で綴ってあり 剣業のことも三人称で書いてあるけれども、おそらく、材料は、剣業が授けたものに、違いなく、この書の本当の著者は、剣業その人であるとみて差し支えあるまい。伝によると、春金の家は、代々もずや安左衛門を称し、大阪と小町に従して、役首相を営む。春金の父に至りて七代目や、母茂女は、 京都府屋町の跡部氏の出にして安左衛門に貸し次男四条を挙ぐ。春勤はその大辞女にして文政十二年五月二十四日をもってなるとある。またいわく春勤用にして英語カウルに用し短麗にして高がなることたとえんにものなし。四歳の頃より舞を習いけるに。 身体の法自ら備わりてさすて引く手の遊園なることい子も及ばぬほどなりければ死もしばしば舌を巻きて哀れこの子この罪と質と思ってせば天下に共鳴を謳われんこと期して待つべきに良家の子女に生まれたるはこうとや言わん不こうとや言わんとつぶやきしとかやまた早くより読み書きの道を学ぶに上達すこぶる速やかにして 二人の兄をさえ凌駕した力と、これらの記事が春菌を見ること神のごとく出会ったらしい剣業から出たものとすればどれほど芯を置いてよいか分からないけれども彼女の生まれつきの要望が淡麗にしてこうが出会ったことはいろいろな事実から立証される当時は夫人の身長が一体に低かったようであるが彼女も身の丈が五尺に満たず顔や手足の道具が 非常に小作りで繊細を極めていたという。今日伝わっている春敬女が三十七歳の時の写真というものを見るのに輪郭の整った売りざね顔に一つ一つ可愛い指でつまみ上げたような小柄な今にも消えてなくなりそうなにこやかな目鼻がついている。何分にも明治初年か慶応頃の撮影であるから。 ところどころに星が出たりして遠い昔の記憶のごとく薄れているので、そのためにそう見えるのでもあろうが、その朦朧とした写真では、大阪の冬な町家の夫人らしい気品を認められる以外に、美しいけれども、これという個性のひらめきがなく、印象の希薄な感じがする。年格好も37歳といえば、そうも見えまた、278歳のようにも見えなくはない。 この時の春菌女は、すでに、両眼の命を失ってから24年の後であるけれども、盲目というよりは、目をつぶっているというふうに見える。かつて佐藤春夫が言ったことに、ろう者は愚人のように見え、盲人は賢者のように見えるという説があった。なぜなら、つんぼは、人の言うことを聞こうとして、眉をしかめ、目や口を開け、首を傾けたり仰向けたりするので、 何となく間の抜けたところがある。しかるに、盲人は、静かに短座して首をうつむけ、名目鎮死するかのごとき様子をするから、いかにも考え深そうに見えるというのであって、果たして一般に当て感丸かどうか分からないが、それは、一つには、仏菩薩の目、次元死主上という次元なるものは、半眼に閉じた目であるから、それを見慣れている我々は、 開いた目よりも閉じた目の方に慈悲やありがたみを覚えある場合には恐れを抱くのであろうか。されば、春金女の閉じた眼形にも、それが、とりわけ優しい女人であるせいか、古い映像の観世音を拝んだようなほのかな慈悲を感じるのである。聞くところによると、春金女の写真は、後にも先にも、これ一枚しかないのであるという彼女が、幼少の頃は、 まだ写真術が輸入されておらずまたこの写真を撮った同じ年に偶然ある災難が起こりそれよりあとは決して写真などを写さなかったはずであるから我々はこの朦朧たる一枚の映像を頼りに彼女の風貌を創建するより仕方がない読者は常実の説明を読んでどういうふうなおもだちを浮かべられたか おそらく物足りないぼんやりしたものを心に描かれたであろうが仮に実際の写真を見られても格別これ以上にはっきりわかるということはなかろうあるいは写真の方が読者の空想されるものよりもっとぼやけているでもあろう考えてみると彼女がこの写真を写した年すなわち春菌女が三十七歳の折に県業もまた盲人になったのであって 業がここのののの世でで最後にに見たた彼女の姿はこの映像に近いものであったかと思われる。すると晩年の県業が記憶の中に損していた彼女の姿もこの程度にぼやけたものではなかったであろうかそれとも次第に薄れ去る記憶を空想で補っていくうちにこれとは全然異なった一人の別な尊い女人を作り上げていたであろうか 春近殿は、続けて、いわく、去れば、両親も金女を見ること焼中の玉のごとく、五人の兄弟たちに越えて、ただ、利子の校長愛しけるに、金女9歳の時、不幸にして眼質を得、幾苦もなくして、ついに、全く、両眼の命を失いければ、父母の悲惨をおかたならず、母は、我が子の不憫さに天を恨み、 尾藤に組みて一時京セルがごとくなりき、春金これより舞業を断念して、もっぱら、金三元の稽古を励み、糸丈の道を志すに至りぬと、春金の元室というのは、何であったか明らかでなく伝にも、これ以上の記載がないが、後に、剣行が人に語って、誠に、凶木は風に妬まれるとやら、お師匠様は、 ご器量や芸能が諸人に優れておられたばかりに、一生のうちに、二度までも、人のそねみをお受けなされたお師匠様のご不運は、全く、この二度のご災難のおかげじゃと言ったのを思い合わせれば、何か、その間に事情が複在するようでもある。兼業はまた、お師匠様のは風眼であったとも言った。春敬女は、甘やかされて育ったために、 凶慢なところはあったけれども、言語動作が愛嬌に富み、目下の者への思いやりが、深くかうるに至って、華やかな陽気な性質であったから、人当たりも、よく兄弟仲も睦まじく、一家中の者に親しまれたが、一番末の妹についていた御馬が、両親の愛情の変化なのを憤って、ひそかに金女を憎んでいたという。風眼というものは、人も知るごとく。 下流病のばい菌が、目の粘膜を犯す時に生ずるのであるから、賢行の意は、けだし、この音場がある手段を持って彼女を失明させたことを封するのである。しかし、確かな根拠があってそう思うのか、賢行一人だけの創造説であるのか明瞭でない。春菌女が、後年の激しい気象を見れば、あるいは、そういう事実が、 正確に影響を及ぼしたのかとも疑わせられなくはないがこのことに限らず兼業の説には春勤女の不幸を嘆くあまり知らず知らず他人を傷つけ呪うような傾きがありにわかにことごとくを信ずるわけにいかない本場の一件なども恐らくは島奥足に過ぎないであろう要するにここではあえて原因を問わず ただ九歳の時に盲目になったことを記せば足りる。そしてこれより前技を断念してもっぱら金三元の稽古を励み糸丈の道を志した。つまり俊金女が思いを音玉に潜めるようになったのは失明した結果だということになり彼女自身も自分の本当の天文は前にあった。 私のことや三味線を褒める人があるのは私というものを知らないからダメさえ見えたら自分は決して音曲の方へはいかなかったのにと常に剣行に十回したというこれは反面に自分の不得意な音曲でさえこのくらいにできるというふうに聞こえ彼女の凶慢な一端がうかがわれるがこの言葉なども多少剣行の就職が加わっていはしないか 少なくとも彼女が一時の感情に任せて発した言葉をありがたく肝に銘じて聞き彼女を偉くするために重大な意味を持たせた嫌いがありはしないか前景の萩の茶屋に住んでいる老婦人というのはしぎさわてるといい育田流の高騰で晩年の春菌とぬくい剣業に親しく仕えた人であるがこの高騰の話を聞くにお師匠様春菌のことは 舞がお上手だったそうにござりますが、ことや三味線も、五つ六つの自分から、春松という、剣業さんに手ほどきをしておもらいなされ、それから、ずっと稽古を励んでおられました。それこ盲目になってから初めて、音曲を習われたのではないのでござります。良いお家の娘さん方は、みんな早くから、遊芸の稽古をされますのが、その頃の習慣でござりましたお師匠様は、十の年に、 あの難しい残月の曲。多分、この説の方が本当なので、彼女の真の才能は、実は、初めより音楽に損したのであろう舞踊の方は、果たして、どの程度であったか、疑わしく思われる。音曲の道に、性魂を打ち込んだとは言うものの、整形の心配をする身分ではないから、最初は、それを職業にしようというほどの功は、 なかったであろう後に彼女が金曲の師匠として門戸を構えたのは別種の事情がそこへ導いたのでありそうなってからでもそれで生計を立てたのではなく月々土庄町の本家から仕送る金子の方が比較にならぬほど多額だったのであるが彼女の強者と贅沢とはそれでも支えきれなかったされば初めは格別 将来の目算もなく、ただ、好きに任せて、一生懸命に技を磨いたのであろうが、天品の才能に、熱心が拍車をかけたので、十五歳の頃、春勤の技、大いに進みて聖杯を抜きんで、同門の師弟にして、実力春勤に被験する者一人もなかりきとあるのは、おそらく事実であろう。杉沙は口頭いわく、お師匠様が、いつも自慢をされましたのに。 春松兼業は、ずいぶん稽古が厳しいお方だったけれど、私は、身にしみて叱られたということがなかった。褒められたことの方が多かった。私が行くと、お師匠さんは、必ず、ご自分で稽古をつけてくだされ、それは、それは、親切に優しく教えてくださるので、お師匠さんを怖がる人たちの気が知れなんだということでござります。でござりますから、 修行の苦しみというものを知らずに、あれまでにおなりなされたのは天品だったのでござりましょうと。けだし、春敬は、もずやのお嬢様であるから、いかに厳格な師匠でも、芸人のこう仕込むような、激しい待遇をするわけにいかない幾分か、手心を加えたのであろうその間にはまた、仙金の家に生まれながら、不幸にして盲目となった、可憐な少女を庇護する感情もあったろうけれども。 何よりも死の剣業は彼女の才を愛しそれに惚れ込んだのであった彼は我が子以上に春金の身を案じたまたま美容で欠席する等のことがあれば直ちに使いを土正町に走らせあるいは自ら杖を引いてみまった常に春金を弟子に持っていることを誇りとして人に吹聴し クロート筋の門弟たちが大勢集まっているところでお前たちはモズヤのコイさんの芸を手本とせよ中大阪ではお嬢さんのことを糸さんあるいは父さんといい姉娘に対して妹娘を小イさんあるいはコイさんなどと呼び分けること現在もしかり春松兼業は春金の姉にも手ほどきをしたことあり家庭的に親しかったので春金を書く 呼んだのであろう今に、腕一本で食べていかなければならないものが、素人の恋さんに及ばないようでは心細いぞと言った。また、春勤をいたわりすぎるという非難があったとき、何を言うぞしたる者が、稽古をつけるには厳しくするこそ親切なのじゃ。わしが、あの子を叱らぬのは、それだけ親切が足らぬのじゃ、あの子は、天性、芸道に、明るく悟りが早いから。 捨てておいても進むところまでは進む本気で叩き込んだらば、いよいよ、所をかしこまろしいものになり、本職の弟子ともが困るであろう。何も、結構な家に生まれて、よすぎに不自由のない娘をそれほどに教え込まずとも、鈍魂の者のをこそ、一人前に仕立ててやろうと、力こぶを入れているのに、なんという心得違いを言うぞと言った。春松賢業の家は、うつぼにあって、 土壌町のモズ屋の店からは10丁ほどの距離であったが、春金は、毎日デッチに手を引かれて、稽古に通ったそのデッチというのが、当時、サスケといった少年で、後のぬくい兼業であり、春金との縁が隠して生じたのである。サスケは、前に述べたごとく、甲州日野の山であって、実家は、やはり薬屋を営み、彼の父も祖父も、見習い時代に大阪に出て、 モズヤに奉公をしたことがあるというモズヤは実にサスケにとって類代の儒家であった。春金より四つ年上で十三歳の時に初めて奉公に登ったのであるから春金が九つの年すなわち失明した年にあたるが彼が来た時はすでに春金の美しい瞳が永久に閉ざされた後であった。サスケはこのことを 春金の瞳の光を一度も見なかったことを後年に至るまで悔いていない、かえって幸福であるとした。もし失明以前を知っていたら、失明後の顔が不完全なものに見えたろうけれども幸い、彼は、彼女の要望に、何一つ不足なものを感じなかった最初から、円満不足した顔に見えた。今日、大阪の上流の家庭は、争って、 邸宅を郊外に移し芸場たちもまたスポーツに親しんで野外の空気や日光に触れるから以前のような深層の歌人式箱入り娘はいなくなってしまったが現在でも市中に住んでいる子どもたちは一般に体格が戦弱で顔の色なども外して青白い田舎育ちの少年少女とは皮膚のさえ方が違うよく言えば赤抜けがしているが悪く言えば病的である。 これは大阪に限ったことでなく都会の通友性だけれども江戸では女でも朝黒いのを自慢にしたくらいで色の白きは軽藩に及ばない大阪の旧家に育った盆地などは男でさえ芝居に出てくる若旦那そのままに華奢で骨細なのがあり30歳前後に至って初めて顔が赤く焼けてきて脂肪をたたえ急に体が太り出して。 しかたる貫禄を備えるようになるその自分までは全く不女子も同様に色が白く衣服の好みも随分入弱なのであるまして旧幕時代の豊かな町人の家に生まれ非衛性的な奥深い部屋に垂れ込めて育った娘たちの透き通るような白さと青さと細さとはどれほどであったか田舎者の佐助少年の目にそれが いかばかり怪しく艶に映ったか。この時春菌の姉が十二歳、すぐ下の妹が六歳で、夫でのサスケには、いずれも、ひなには、稀な少女に見えたわけでも、盲目の春菌の不思議な菌に打たれたという。春菌の閉じた眼睛が、姉妹たちの開いた瞳より、明るくも意識も思われて、この顔は、 これでなければいけないのだ、こうあるのが本来だという感じがした。4人の姉妹のうちで、春金が、最も企業よしという評判が高かったのは、たとえ、それが、事実だとしても、幾分か、彼女のふぐを憐れみ惜しむ感情が手伝っていたであろうが、サスケに至ってはそうでなかった。後日、サスケは、自分の春金に対する愛が、 情や憐憫から生じたというふうに言われることを何よりもいいそんな観察をするものがあると心外旋盤であるとしたわしはお師匠様のお顔を見てお気の毒とかおかわいそうとか思ったことは一遍もないぞお師匠様に比べると目明ききの方がみじめたぞお師匠様があのご気性とご器量で何で、うん 人の憐れみを求められよう。サスケ助殿はかわいそうじゃと帰って、わしを哀れんで下すったものじゃ。わしやお前たちは、目鼻がそろっているだけで、外のことは、何一つお師匠様に及ばぬわしたちの方が片派ではないかと言った。ただし、それは、後の話で、サスケは、最初燃えるような崇拝の念を、 胸の奥底に秘めながら、まめまめしく仕えていたのであろう、まだ恋愛という自覚はなかったであろうし、あっても、相手はがんぜない恋さんである上に、類代の主家のお嬢様である、スケとしては、お友の役を仰せ使って、毎日、一緒に道を歩くことのできるのが、せめてもの慰めであっただろう。一体、新山の少年の身をもって、 大切なお嬢様の手引きを命ぜられたというのは変なようだが、初めは、サスケに限っていたのではなく、お手伝いがついていくことも、ありがいの小僧や若僧が友をすることもあり、いろいろ出会ったのをあるとき、春金が、サスケドンにしてほしいと言ったので、それから、サスケの役に極まったそれは、サスケが十四歳になってからである。彼は、無情の光栄に感激しながら、いつも、 春ュの小さな手のひらを、己の手のひらの中に収めて、十丁の道のりを、春松県業の家に行き稽古の住むのを待って、再び連れて戻るのであったが、途中、春ュは、めったに口を聞いたことがなく、サスケもお嬢様が話しかけてこない限りは、黙々として、ただ過ちのないように気を配った。春ュは、なんで、ゴさんは、 サスどんがええお言いでしたんでっかと尋ねるものがあったとき、誰よりも大人なしゅうていらんこと言えへんよって、と答えたのであった。元来、彼女は、愛嬌に富、人当たりがよかったことは、前に述べた通りだけれども、失明以来、気難しく陰うつになり、晴れやかな声を出すことや、笑うことがシく口が重くなっていたので、サスケが、余計なおしゃべりをせず、 役目だけを大切に努めて邪魔にならぬようにしているところが気に入ったのであるかもしれない。サスケは彼女の笑う顔を見るのが嫌であったという。けだし盲人が笑う時は間が抜けて哀れに見えるサスケの感情ではそれが答えられなかったのであろう。おしゃべりをしないから邪魔にならぬからというのが果たして春敬の真意であったかサスケの同型の一年がおぼろげに通じて。 子供ながらも、それを嬉しく思ったのではなかったか、10歳の少女に、そういうことはありえないとも考えられるが、俊敏で早熟の上に盲目になった結果として、第六感の神経が研ぎ澄まされてもいたことを思うと、必ずしも、とっぴな想像であるとは言えない気ぐらいの高い春敏は、後に恋愛を意識するようになってからでも、容易に胸中を打ち明けず。 久しい狭間サスケに許さなかったのであるさればそこに多少の疑問はあるけれどもとにかくはじめサスケというものの存在はほとんど春金のね頭にないかのごとくであった少なくともサスケにはそう見えた手引き機をするときスケは左の手を春金の肩の高さにささげて手のひらを上に向けそれへ彼女の右の手のひらを受けるのであったが 春ュには、サスケというものが、一つの手のひらに過ぎないようであった。たまたま用をさせるときにも、仕草で示したり、顔をしかめて見せたり、謎をかけるように、独り言を漏らしたりして、どうせよこうせよと、はっきり意思を言い表すことはなく、それを気がつかずにいると、必ず機嫌が悪いので、サスケは、絶えず、春ュの顔つきや動作を見落とさぬように緊張していなければならず、あたかも、 注意深さの程度を試されているように感じたもともとわがままなお嬢様育ちのところへ盲人に特有な意地悪さも加わって片時もサスケに油断する暇を与えなかったある時春松県業の家で稽古の順番が回ってくるのを待っている間にふと俊金の姿が見えなくなったのでサスケが驚いてその辺を探すと知らぬ間に川屋に行っているのであった いつも商用に立つ時には黙って春敬が出て行くのをそれと察して追いかけながら戸口まで手を引いて連れて行きそこに待っていて長寿の水をかけてやるのに今日は佐助がうっかりしていたのでそのまま一人手探りで行ったのであるすまんことでござりましたと佐助は声を震わせながら川屋から出て。 蝶子鉢の秘釈を取ろうと手を伸ばしている少女の前にかけてきていったが、春菌は、もうええと言いつつ首を振った。しかし、こういう場合、もうええと言われても、そうでござりますか、と引きし去っては、一層後がいけないのである無理にも、秘釈を、デへんたすむし、第四水準二の七十八の十に、ぎとるようにして水をかけてやるのがコツなのである。また、 ある夏の日の午後に順番を待っているとき、後ろにかしこまって控えていると、暑いと、独り言を漏らした、熱うござりますなあと、お愛想を言ってみたが、何の返事もせず、しばらくすると、また、暑いという、心づいてあり合わせたうちわを取り、背中の方から仰いでやると、それで納得したようであったが、少しでも、仰ぎ方が気が抜けると、すぐ、熱いを繰り返した。 春金の合情と気ままとは格のごとくであったけれども特にサスケに対する時がそうなのであっていずれの方向人にもというわけではなかった元来そういう素質があったところへサスケが勤めて意を迎えるようにしたので彼に対してのみその傾向が極端になっていったのである彼女がサスケを最も便利に思った理由もここにあるのでありサスケもまた それを食えと感じずむしろ喜んだのであった彼女の特別な意地悪さを甘えられているようにとり一種の温調のごとくにほぐしたのでもあろう春松賢行が弟子に稽古をつける部屋は奥の中2階にあったので佐助は番が回ってくると俊金を導いて段橋号を登り賢行と差し向かいの席に直らせてことなり 三味線なりをその前に置き、一旦控え室へ下って、稽古の終わるのを待ち、再び迎えに行くのであるが、待っている間、ももう済む頃かと、油断なく耳を立てていて、済んだら呼ばれない中に、直ちに立って行くようにした。されば、春金の習っている音力が、自然と耳につくようになるのも、道理である佐助の音楽趣味は、隠して養われたのであった。後年 一流の大家になった人であるから、生まれつきの才能もあったろうけれども、もし、春勤に使える機会を与えられず、また、何かにつけて、彼女に同化かしようとする熱烈な愛情がなかったならば、おそらく、スケは、モズヤののれんを分けてもらい、一回の役首相として、平凡によう終わったであろう後年盲目となり、剣業の位を称してからも、常に、自分の技は、 遠く春金に及ばずとなし、全くお師匠様の啓発によってここまで来たのであると言っていた。春金を九点の高さに持ち上げ、百歩も二百歩も減り下っていた s a s であるから、かける言葉をそのまま受け取るわけにはいかないが、技の優劣はとにかくとして、春金の方がより天才肌であり、s a s は、 コック精霊する努力家であったことだけは間違いがあるまい。彼が密かに一丁の三味線を手に入れようとして、主家から給される時々の手当や使い先でもらう衆議などを貯金し出したのは十四歳の暮れであって、翌年の夏、洋々粗末な稽古三味線を買い求めると、番頭に見とがめられぬように、竿と胴と,とを別々に天井裏の寝部屋へ持ち込み、 夜夜な夜な芳煌の寝静まるのを待って一人稽古をしたのである。しかし、当初は、不祖の業を継ぐ目的で、デッチ暴行に住み込んだ身の将来、これを本職にしようという覚悟も自信もあったのではなかった。ただ、春勤に忠実である。あまり、彼女の好むところのものを己も好むようになり、それが講じた結果であり。 音楽を持って彼女の愛を得る手段に教しようなどの心すらもなかったことは彼女にさえ極力非していた一時をもって明らかであるサスケは56人の出題やデッチ友と立つと頭が使えるような低い狭い部屋へ寝るので彼らの眠りを妨げぬことを条件として内緒にしておいてくれるように頼んだいくら眠っても寝たりない年頃の奉公人ともは 床に入るとたちまちぐっすり寝入ってしまうから苦情を言う者はいなかったけれども佐助はみんなが熟睡するのを待って起き上がり布団を出した後の押し入れの中で稽古をしたそれでなくても天井裏は蒸し暑いのに押し入れの中の夏の夜の暑さは格別であったに違いないがこうすると弦の音の外へ漏れるのを防ぐことができ いびき声や寝言など外部の音響をも遮断するに都合が良かったもちろんつまびきでバチは使えなかった灯過のない真っ暗なところで手探りで弾くのであるしかし佐助はその暗闇を少しも不便に感じなかった盲目の人は常にこういう闇の中にいる恋さんもまたこの闇の中で三味線を弾きなさるのだと思うと自分も同じ 暗黒世界に身を置くことがこの上もなく楽しかった後に公然と稽古することを許可されてからも恋さんと同じにしなければ済まないと言って楽器を手にする時は目をつぶるのが癖であったつまり目あき気でありながら盲目の春金と同じ苦難をなめようとし盲人の不自由な境界をできるだけ体験しようとして時には盲人を羨むかのごとくであった彼が後年本当の盲人に。 いずれの楽器も運応を極めることの難しさは、同一であろうがバイオリンと三味線とは、つぼに、何の印もなくかつ、断層のたび、ごとに、弦の調子を整えてかかる必要があるので、一通り弾けるようになるまでが容易でなく、独稽古には、最も不向きである、いわんや音符のない時代において親師匠についても、ことは、三月三味線は、三年と普通に言われる。 佐助は琴のような高価な楽器を買う金もなし第一案なかさばるものを担ぎ込むわけにいかないので三味線から始めたのであるが調子を合わせることは最初からできたというそれは音を聞き分ける生まれつきの感覚が少なくともコンマ以上であったことを示すとともに平素春金に随行して兼業の家で待っている間にいかに注意深く 他人の稽古を聞いていたかを称するに足りる。調子の区別も曲の詩も音の高低も節回しもすべて彼は耳の記憶を頼りにしなければならなかったそれ以外に頼るものは何もなかった。かくして十五歳の夏から約半年の間は幸い同室の勾配の外に誰にも知られずに住んだのであったがその年の冬に至って。 一つの事件が起こった春夜明け方といっても冬の午前四時ごろまだ真っ暗な夜中も同然の時刻にもずやのご両人すなわち春勤の母の茂女がふと川屋に起きてどこからともなく漏れてくる雪の曲を聴いたのである昔は寒稽古といって寒中夜のしらしら明けに風に吹きざらされながら稽古をするという習慣があったけれども 土々町は薬屋の多い区域であって、堅気な店舗が軒を連ね、遊芸の師匠や芸人などの住宅のあるところでも、なしなまめかしい種類の家は、一軒もないのである、それに、しんしんと老けた真夜中、歓迎子にしても、時刻があまり突飛すぎる。歓迎子なら、一生懸命バチ音高く弾くであろうに、かすかなつま引きで弾いている。そのくせ、 一つ小画展の行くまで繰り返して練習しているらしく、熱心の様が思いやられた。もずやのご両人は、いぶかしみながらも、その時は、大して気にも留めず寝てしまったが、その後、23度も夜中を聞いてるごとに、耳についたことがありそういえば、私も聞きましたどこで弾いているのでござりましょう。タヌキの腹包つつみとも違うようでござりますなどというものも出てきて。 店員たちの知らぬ間に奥で問題になっていた s a s は夏以来ずっと押し入れの中でしていればよかったのだが誰も気が付きそうにないので大胆になってきたのと何分激しい業務の余下に睡眠時間を盗んでは稽古するのであるから次第に寝不足がたまってきて退院所だとつい居眠りが襲ってくるので秋の末頃から夜な夜な そっと物肥大に出て引いたいつも夜の4つ時すなわち午後10時には店員たちと共に眠りにつき午前3時頃に目を覚まして三味線を抱えて物ひだいに出るそうして冷たい秋に触れつつ独集を続け東がほのかにしらみ染める黒限に至って再び寝床に帰るのである春金の母が聞いたのはそれであった。 サスケが忍び出た物ひだというのは店舗の屋上にあったのであろうから真下に寝ている店員友よりも抽選材を隔てた奥の者が渡り廊下の雨戸を開けた時にまずその音を聞きつけたのである奥からの注意で店員友が取り調べられ結局サスケのせいと分かって一番番頭の前に呼びつけられ大目玉を食った上に 以後は断じてまかりならぬと三味線を没収されたことは当然の重行を見たわけであるがこの時意外なところからスケに救いの手が伸ばされたとにかくどのくらい弾けるものか聞いてみたいという意見が奥から持ち出されたのであるしかもその主唱者は春金であったスケはこのことが春金に知れたら定めし機嫌を損ずるであろう ただ与えられた手引きの役をしていればよいのに、でっちの文在で生意気な真似をすると、瓶殺されるか嘲笑されるか、どっちみち、ろくなことはあるまいと恐れを抱いていただけに、聞いてやろうと言われるとかえって尻込みをした。自分の誠意が天に通じて、恋さんの心を動かしたのなら、ありがたいけれども、たぶん。 日常の笑い草にしてやろうという慰み半分のいたずらであるとしか思えなかったしそれに人前で聞かせるほどの自信もなかったしかし聞こうと言い出したから配下に辞退しても許すはずのない春勤である上に母親や姉妹たちも好奇心に駆られているのでついに奥の間へ呼び出され読集の結果を披露することになったのである彼にとっては 誠に晴れの場面であった。当時、サスケは5つ6つの曲をどうやらこなすまでに仕上げていたので知っているだけをみんなやってみようと言われるままに度胸を据えてせい限りこか限り弾いた黒髪のような優しいものやちゃうんや頭のような難曲やもとより何の順序もなく聞きごうりで習ったのであるからいろいろなものを不規則に覚えていたのであるモズヤの家族は。 サスケが邪水したように笑い草にするつもりであったかもしれないが、短事実の読稽古にしては、勘どころも確かなら、節回しもできていることが分かって聞いた後には、みんな感心した。春金殿に、曰く、時に、春勤は、サスケが志を殿見、汝の熱心にめでて、以後は、私が教えてとらせん。汝よかあらば、常に。 私をしと頼みて稽古を励むべしと言い、春勤の父安左衛門も、ついにこれを許しければ、佐助は、天にも昇る心地して、デッの業務に服するそば日々一定の時間を限り、至難を仰ぐこととはなりぬ。かくて、十一歳の少女と十五歳の少年とは、周羞の上に、今、また、指弟のちぎりを結びたるぞめでたきと。気難しやの春勤が、 佐助に対して突然かかる恩情を示したのはなぜであったろうか実は春金の発意ではなく周囲の者がそうし向けたのであるとも言う。思うに盲目の少女は幸福な家庭にあってもややもすれば孤独に陥りやすく憂鬱になりがちであるから親たちはもちろん下々のお手伝いともまで彼女の取り扱いに困り。 何とかして心を慰め気を晴らさせるすべもあらばと苦慮していた矢先たまたまサスケが彼女と趣味を同じうすることを知ったのである大方恋さんのわがままに手を焼いていた奥の奉向人たちはサスケにお相手役をなすりつけて少しでも自分たちの荷を軽くしようというこうからなんと佐助殿は奇徳なものではござりませぬかあれを せっかく小井さんが仕込んでおやりなされましたらどうでござります。定めし、本人もみおがにあまり喜ぶことでござりましょうなどと水を向けたのではなかったであろうか。ただし、下手におだてると、つむじを曲げる春欣であるから、必ずしも、周囲のしむけに乗せられたのではないかもしれぬさすがに、彼女も、この時に至って、すけを憎からず思うようになり、 真の奥底に、春水の脇きずるものがあったのかもしれぬ。何にしても、彼女が、サスケを弟子に持とうと言い出してくれたのは、親兄弟や奉公人ともにとってありがたいことだった。いくら天才児だといっても、11歳の女師匠が果たして、人を教えることができるかどうかは、問うところでない。ただ、そういうふうにして、彼女の退屈が紛れてくれれば、橋の者が助かる、いわば、 学校ごっこのような遊戯をあてがいサスケにお相手を命じたのである。だからサスケのためよりも春金のために計らったことなのであるが結果から見ればサスケの方がはるかに多く温卓に良くした。天にはデッチの業務に服するそば日々一定の時間を限りとあるけれども今まででも毎日手引きを務め 1> 1日の中の何時間かはコイさんに仕えていたのであるその上コイさんの部屋へ呼ばれて音楽の授業を受けたとすると店の仕事を顧みる暇はなかったであろう安左衛門は商人に仕立てるつもりで預かった子を娘の守りにしてしまっては国元の親たちにすまぬという心遣いもあったらしいがでっち一人の将来よりも 春菌の機嫌を取る方が大切であったし、サスケ自身もそれを望んでいる以上、また、当分はそうしておいてもと、目秘の形になったのであろうと思われる。サスケが、春菌をお師匠様と呼び出したのは、この時からであって、常には、小井さんと呼んでよいが、授業の間は、必ずそう呼ぶように、春菌が命じた。そして、彼女も、サスケドンと言わずに、サスケといい。 すべて、春松兼業が、その内弟子を封する様を、真似厳重に、指定の礼を取らせた。かくして、大人たちの気としたごとくたわいのない、学校ごっこが続けられ、春勤も、それに紛れて、孤独を忘れていたのであるが、二人は、その後、月を重ね、年を経ても、一向、この遊戯を中止する模様がなかった。かえって、二十三年後には、教える方も、教えられる方も、 次第に遊戯の息を脱して春勤の日課は午後2時ごろにウツボの兼業の家へ出かけて30分ないし1時間稽古を授かり帰宅後日の暮れまで習ってきたものを練習するさて夕食を済ませてから時々気が向いた折に s a s を2階の居間へ招いて教授するそれがついには毎日欠かさず教えるようになりどうかすると 九時十時に至ってもなお許さず「さすけわてそんなこときせたかあかんあかんはじけるまで夜通しかかったかてやりや」と激しく失する声がしばしば開花のほう人にともを驚かした時によるとこの幼い女師匠はアホをなんで覚えられへんねんと罵し知りながらばをもって頭を殴り弟子がしくしく泣き出すことも珍しくなかった。 昔は、遊芸を仕込むにも火の出るような、凄まじい稽古をつけ、王を、弟子に体型を加えることがあったのは、人のよく知る通りである本年、昭和8年2月12日の大阪朝日新聞日曜のページに、人形浄瑠璃の血まみれ修行と題して小倉刑事君が書いている記事を見るに、摂津状な亡きあとの名人三代目、越路太夫の眉間には、 大きな傷跡が三日月形に残っていたそれは師匠豊沢団七からいつになったら覚えるのかと罰で突き倒された記念であるというまた文楽座の人形使い吉田田真次郎の後頭部にも同じような傷跡がある玉次郎はかかりし頃あはしかも玉次郎を殴った玉作りもかつて師匠金恩のために中老兵衛の人形を持って頭を叩き割られ 人形が血で真っ赤に染まった。彼はその血だらけになって砕け飛んだ人形の足を師匠にこうてもらい受け、真綿にくるみ、白木の箱に収めて、時々取り出しては、地母の霊前にぬかづくがごとく礼拝した。この人形の折感がなかったら、自分は一生ボンボンたる芸人の末で終わったかもしれないと、しばしば泣いて人に語った。先代大隅太夫は、 修行時代には一見牛のように鈍重でノロマと呼ばれていたが彼の師匠は有名な豊沢壇兵族に大団兵といわれる近代の三味線の巨匠であったある時蒸し暑い真夏の夜にこの大隅が師匠の家で木下影京合戦の巫部村を稽古してもらっていると守り袋は遺品ぞとというくだりが。 どうしてもうまく語れない、やり直しやり直して、何遍繰り返しても良いと言ってくれない。師匠、断平は、かやを釣って、中に入って聞いている大隅は、かにちを座れつつ、100百遍、200 300と再現もなく繰り返しているうちに、はや、夏の夜の明け、安くあたりがしらみ始めて。春金の師匠、春松兼業の教授法をもッに、幻覚を持って聞こえていたことは、 禅術のごとく、ややもすればドバが飛び手が伸びた教える方も、盲人なら教わる方も、盲人の場合が多かったので、師匠に叱られたり打たれたりするたびに、少しずつ後ずさりをし、ついに三味線を抱えたまま、中二階の段箸後を転げ落ちるような騒ぎも起こった。後日、春金が、近脚指南の看板を掲げ、弟子を取るようになってから、 稽古ぶりの春烈をもって鳴らしたのもやはり戦士の方法を踏襲したのであり由来するところがあるわけなのだがそれは佐助を教えた時代から既に兆していたのであるすなわち幼い女師匠の遊戯から始まり次第に本物に進化したのであるあるいは言う男の師匠が弟子を折巻する例は多々あるけれども女だてらに 男の弟子を打ったり殴ったりしたという春間のごときは他に類が勝利これをもって思うに幾分死虐性の傾向があったのではないか稽古にことよせて一種変態な性欲的怪味を狂楽していたのではないかと果たして叱り合いなや今日において断定を下すことは困難であるただ明白な一時は子供がままごと遊びをするときは 必ず大人の真似をするされば彼女も自分は賢行に愛せられていたのでかつて己の肉体に通亡を喫したことはないが日頃の師匠の流儀を知りしたる者はあのようにするのが本来であると幼心に合点して遊戯の際に早くも賢行の真似をするに至ったのは自然の数でありそれが高じて習い性となったのであろう佐助は 泣き虫であったものか、恋さんに打たれるたびに、いつも泣いたというそれが、まことに育児なく、ひいひいと声を上げるので、また、恋さんの折巻が始まったと、橋の者は眉を潜めた。最初、恋さんに遊戯をあてがったつもりの大人たちも、ここに至ってすこぶる当惑した眉を襲くまで、琴や三味線の音が聞こえるのさえやかましいのに、ママ、 春ュの激しい誤長で叱り飛ばす声が加わり、その上にサスケの泣く声が、夜の更けるまで耳についたりするのであるあれでは、サスケドンもかわいそうだし、第一子遺産のためにならぬと、お手伝いの誰彼が見るに見かねて、稽古の現場へ割って入り、父さんまあなんということでんの姫御瀬のあられもない男の子に、えらい今年や張り万年なあと、留め立てでもすると、春ュはかえは、帰って、 祝善と襟を正して、あんたとを知った子。これを、春勤殿は、記して、何時と私を少女と侮り、あえて、芸道の神聖を犯さんとするや、たとえ幼少なりとて、卑しくも人に今日うる以上、したる者にわしの道あり、私が、スケに技を熟るは、もとより、一時の時期にあらず、サスケは、生来四玉を好めども、でっちの身として、 立派なる剣行にもつくあたわず独習するが不憫さに未熟ながらも私が代わりて師匠となりいかにもして彼が望みを達せしめんと欲するや何時等が知るところにひずとくこの場を去るべしと毅然として言い放ちければ聞く者その異様に恐れ弁絶に驚き方法の体にて引きずさるお常と佐助も泣きはしたけれども 彼女のそういう言葉を聞いては、無限の感謝を捧げたのであった彼の泣くのは、辛さをこらえるのみにあらず、主とも師匠とも頼む、少女の激励に対するありがた涙もこもっていたゆえに、どんな痛い目にあっても逃げはしなかった。泣きながら最後まで忍耐し、よしと言われるまで練習した。春勤は、日によって、機嫌の良い時と悪い時とがあり、 口やかましく小言を言うのはまだ良い方で黙って眉をしかめたまま3の弦をピンと強く鳴らしたりまたはサスケ一1人に三味線を弾かせ可否を言わずにじっと聞いていたりするそんな時こそサスケは最も泣かされたある晩のことちゃうんやの手ごとを稽古しているとサスケの飲み込みが悪くてなかなか覚えない幾度やっても間違えるのに5を煮やして例のごとく。 自分は、三味線を下に置き、やあ、チリチリガン、チリチリガン、チリガンチリガンチリガ,ンチリガーチ点、トツントツンルン、やあ、ルルトンと、右手で、激しく膝を叩きながら、口三味線で教えていたが、ついには目前として突っ放してしまった。サスケは、取りつく島もなくさればと言って止めるわけにもいかず、なんとか。 彼とか一人で考えては引いているといつまでたってもよいと言ってくれないそうなると逆上してますますと散り出す体中に冷や汗が湧く何が何やらデたらめを引くばかりであるしかも春敬は赤きとして一層唇を固く閉じ眉根に深く刻んだシワをピクリともさせない格のごときこと二時間以上に及んだ頃母親のシ女が出巻き姿で登ってきて 熱心にも程がある旅が過ぎては体に毒だからとなだめるようにして2人を引き分けたあくる日春勤は両親の前へ呼び出されてそなたがすけに教えてやる親切は結構だけれども弟子を罵ったり打ったりするのは人も許し我も許す兼業さんのすることやそなたはいかに上手と言っても自分がまだお師匠さんに習っているのに 今から、そんな真似をしては、必ず、満身のもとになろうおよそ芸事は満身したら、上達はしませぬ、甘つさえ、女の身として男を捕らえ、アホーなどと口汚く言うのは、聞きづらし、あれだけは、何とぞ慎んで暮らされ、もうこれからは、時間を定めて、夜が更けぬうちに止めたが、良いさすけの、ひいひい泣く声が、耳について、みんなが寝られないで困りますと。 サスケは、なんという育児なしぞ、男のくせに些細なことに、こらい性もなく、声を立てて泣くゆえに、さもぎょうさんらしく聞こえ、おかげで私が叱られた、芸道に精進せんとならば、痛さ骨身に応えるとも、歯を食いしばってたいしの忍が、よいそれができないなら、私も師匠を断りますと、かえって、サスケに嫌味を言った、次来、サスケは、どんなにつらくとも、 決しててを立てなかったモズヤの夫婦は娘春菌が失明以来だんだん意地悪になるのに加えて稽古が始まってから粗暴な振る舞いさえするようになったのをしょうからず案じていたらしい。まことに娘がサスケという相手を得たことは良し悪しであったサスケが彼女の機嫌を取ってくれるのはありがたいけれども何事もゴムリゴもっともで通すところから。 次第に娘を増長させる結果になり、将来、どんなに根性のひねくれた女ができるかもしれぬと、密かに胸を痛めたのであろう。それかあらぬか、佐助は、十八歳の冬から、改めて、主人の計らいによって、春松兼業の門に入った、すなわち春勤が直接教授することを封じてしまったのである。これは、親たちの行では、娘が、 師匠の真似をするのが最も悪い何よりも娘の品性によからぬ影響を与えると見たからであったろうが同時に佐助の運命もこの時に決したわけであるこの時以来佐助は完全にデッの任務を解かれ名実ともに春勤の手引き機としてまた相弟子として県業の家へ通うようになった 本人がそれを望んだのは言うまでもないとして安左衛門も大いに国元の親たちをときつけ了解を得るように努めた商人になる目的を放棄させる代わりには行く末のことを保証し必ず捨てておかぬからとそこは言葉を尽くしたものと察せられる案ずるに安左衛門夫婦は俊金のためにおもんばかって サスケを婿にもらったらという意志が動いていたのであろうフグの娘であってみれば対等の結婚は難しいサスケならば願ってもない良縁であると思うのも無理からぬところである。思考してその翌々年すなわち春金16歳サスケ20歳の時初めて親たちは結婚のことを封したのであったが意外にも彼女はにべもなく春虚した自分は 一生夫を持つ気はないことに、サスケなどとは思いもよらぬと、甚だしい不機嫌であった。しかるに何ぞはからんそれより、一年を経て、春金の体に、ただならぬ様子が見えることを母親が感づいたのであるまさかとは思ったけれども、内々気をつけてみるとどうも怪しい。人目に立つようになってからでは、奉公人の口がうるさい今のうちなら、と各線労働もあろうと、父親にも知らせず。 そっと当人に尋ねると、そんな覚えはさらさら。今度は、春金は、素直に妊娠を認めた外科に聞かれても、相手を言わないしいて問い詰めると、おかたみに名を言わぬ約束をしたという佐助かといえば、なんで、あのようなでっち不税にと頭から否定した。誰しも、一応、佐助に疑いを持っていくところであるけれども、親たちにしても、 去年の春金の言葉があるのでよもやと思ったのであるそれにそういう関係があればなかなか人前を隠しきれぬもの経験の浅い少女と少年がどんなに平気を装っても嗅ぎつかれずにはいないものだが佐助が同門の後輩となってからは以前のように夜更けるまで退座する機会もなく時折兄弟子の格式を持っておさらいをしてやるぐらいなものその他の時はどこまでも 木ぐらいの高い恋さんであって、サスケを偶するに手引き、以上の扱いはしていないようなので、奉公人ともも、二人の間に間違いがあろうとは。しかし、サスケに聞いたらば、様子が知れよう相手は、きっと、兼業の門下生であろうと見当をつけたが、サスケも知らぬ存ぜぬの一点張りで、自分の身に覚えのないのは、もちろん誰と言って心当たりもないという。けれども、 この時ご両人の前へ呼ばれたサスケの態度が、おどおどしてうさんくさいのに、不審が加わりとい詰めていくと、つじつまの合わないことが出てきて、実はそれを申しましては、恋さんに叱られますからと泣き出してしまった。いやいや、恋さんをかばうのはよいが、主人の言いつけをなぜ聞かぬ隠し立てをしては、かえって、恋さんのためになりませぬ。ぜひ、相手の名を言って、ごらんと口を、 すっぱくしても言わぬそれでも結局のところ相手はやはり当の本人のサスケであることが厳戒にくみ取れた決して白状しませぬとコイさんに約束した手前を恐れて明瞭には言わないのだがそれを察してもらいたそうに言うのであったモズや夫婦はできてしまったことは仕方がないしまあまあサスケだったのは良かったそのくらいなら去年縁組を進めた時なぜ あのような心にもないことを言ったのやら娘着というものは、たわいのないものと、憂いのうちにも、安堵の胸をさすり、この上は、人の口の端にかからぬうち、早く一緒にさせる方がと、改めて春金に持ちかけてみると、またしても、そんな話は、嫌でござります去年も申しましたように、サスケなどとは考えてもみませぬこと。 私の身を不憫がってくださいますのは、かたじけなあござりますが、いかに不自由な体なればとて、奉公人を婿に持とうとまでは思いませぬ、おなかの子の父親に対しても、そうなるとまた、サスケの言葉があやふやに思え、どちらの言うことが、本当やら、さっぱりわけがわからなくなり、こうじ果てたが、サスケ以外に相手があろうとも考えられず、今となっては決まりが悪いので。 わざと反対なことを言うのであろうそのうちには本音を吐くであろうともうそれ以上の戦技は止めてとりあえず身二つになるまで有馬へ当時にやることにしたそれは春勤が十七歳の五月で佐助は大阪に居残りお手伝い二人が付き添って十月まで有馬に滞在しめでた男の子を産んだその赤ん坊の顔が佐助に ふり二つであったとやらで、ようやく謎が解けたようなものの、それでも、春金は、縁組の相談に耳を貸さないのみならず、いまだに、サスケが赤子の父親であることを否定するよんどころなく、二人を対決させてみると、春金は、キツとなり、サスケドン、謎を疑う疑ぐられるようなこと言うたんと違うか、ワテが迷惑するよって、身に覚えのないことはないと。 はっきり明かりを立ててほしいという釘を打たれて、佐助は、人縮みに縮み上がり、仮にも、子主の倒産をめっそう。それでも生まれた子が可愛くはないか、そなたが、そんなに強情を張るなら、父なし示を育てるわけには、いかぬことあって、縁組が嫌だとあれば、かわいそうでも、栄治は、どこぞいくれてやるより仕方がないがと、高かせにして詰め寄ると。 何とぞどこなとおやりなされてくださりませ。一生一人みで暮らす私に足でまといでござりますと、涼しい顔つきで言うのである。このとき、春金が産んだ子は、よそへもらわれていったのである。高下2年の生まれにあたるから、今日存命しているとも思われないし、もらわれていった。先も知れていないいずれ、両親がしかるべく処置したのであろう。そんなわけで、とうとう、春金は、 を張り通し妊娠の一件をうやむやに葬ってまたいつの間にか平気な顔でサスケに手引きさせながら稽古に通っていたもうその時分彼女とサスケとの関係はほとんど公然の秘密になっていたらしいそれを正式にさせようとすれば当人たちがあくまで否認するものだから娘の気象を知っている親たちはやむを得ず 木巨の形にしておいたと見える隠して収集とも愛ですとも、恋仲ともつかぬ曖昧な状態が23年続いた後春金20歳の時、春松賢業が死去したのを機会に独立して、師匠の看板を掲げることになり、親の家を出て淀屋橋筋に。けだし、彼女は賢業の生前、でに実力を認められ。 いつにでも独立してさしないよう許可を得ていたことと思われる剣行は、己の名の一字を取って、彼女に、春金という名を与え、晴れの演奏の時しばしば彼女と合奏したり、高いところを歌わせたりして、常に引き立ててやっていた。されば、剣行なき後に文句を構えるに至ったのは当然であるかもしれぬ。しかしか 彼女の年齢境遇等に照らし、にわかに独立する必要があったろうとは考えられない。これは、おそらく、佐助との関係を思うがかったのであろうというのは、もはや、公然の秘密になっている二人を、いつまで、曖昧な状態においては、奉公人ともの示しがつかず、せめて、一軒の家に同棲させるという方法を取ったので、春金自身も、その程度なら、 ああえて不服はなかったのであろうもちろん、サスケは、淀屋橋へ行ってからも、少しもまいとことった、扱いはされなかった。やはりどこまでも手引きであった。その上、検業が死んだので、再び春菌に指示することになり、今は、誰に遠慮もなく、お師匠様と呼び、サスケと呼ばれた。春菌は、サスケと夫婦らしく見られるのをいとうこと、甚だしく。 周獣の礼儀指定の差別を厳格にして言葉遣いの端々に至るまでやかましく言い方を規定したまたまそれに戻ることがあれば平心抵当してたまっても容易に許さず必要にその無礼を責めたゆえに様子を知らない新参の入門者は二人の間を疑うよしもなかったというまたもずやの奉公人ともはあれで恋さんは どんな顔をしてサスケ殿を口説くのだろう、こっそり立ち聞きしてやりたいと陰口を言ったという、なぜ、春金は、サスケを待つこと格のごとくであったか。ただし、大阪は、今日でも、婚礼に、家柄や資産や格式などを云々すること東京以上であり、元来、町人の見識の高い土地であるから、封建の世の風習は、思いやられるしたがって、 旧家の霊場としての襟ジを捨てぬ春金のような娘が、代々の家来筋に当たるサスケを低く見下したことは想像以上であったであろう。また、盲目の悲がみもあって、人に弱みを見せまい馬鹿にされまいとの負けじ魂も燃えていたであろう。とすれば、サスケを、我が夫として迎えるなど、全く己を侮辱することだと考えたかもしれぬ、よろしく。 この辺の事情を察すべきである、つまり、目下の人間と肉体の縁を結んだことをはずる心があり、反動的によそよそしくしたのであろう。しからば、春金のサスケを見ること、生理的必要品以上に入れなかったであろうか、たぶん、意識的にはそうであったかと思われる。伝に、いわく、春菌居城潔癖にして、いささかに手もあたき、来たるものをまとわず、 肌着類は毎日取り替えて洗濯を命じたりきまた、朝夕に部屋の掃除を冷凍せしむること厳密を極め、座するごとにいちいち指頭を持って座布団畳等の表面をなで、試み氷の陣愛をもあいたりきかつて、門弟の居を読む者あり、口中に周期あるを悟らず、死の前にいでて稽古しけるに、春菌礼のごとく。 三の弦をこぐしかと引きて、そのまま三味線を置き、貧縮して一号を発せず、門庭なすところを知らずして、恐る恐る理由を問うこと、再三にお呼びしとき、私は盲人なれども鼻は固なり、ひょう、ゆう、第三水準一の十四の七十六に去って願相をせよと言いしとぞ、と。盲人なるが、ゆえに書くのごとく潔癖だったのでも、あろうがまた。 こういう人が盲人であったとすると身の回りの世話をする者の心遣いは水量に余る。手引きという役は手を引くばかりが受け持ちではない飲食器が入浴場、川屋等日常生活のさじにわたって面倒を見なければならぬし、こうして s a s は春勤の幼児よりこれらの任務を担当し、戦癖を飲み込んでいたので。 彼でなければ到底気に入るようにはいかなかったサスケはむしろこの意味において春金に取りかくべからざる存在であったそれに土壌町の自分にはまだ両親や兄弟たちへ気兼ねがあったけれども一個の主となってからは潔癖とわがままが募る一方でサスケの用事はますますハンタを加えたのであるこれはしぎさわてる女の話で さすがに伝には記してないが、お師匠様は、川やから出ていらしっても、手をお洗いになったことがなかったなぜなら、用をお足しになるのに、ご自分の手は、いっぺんもお使いにならない何から、何までサスケドンがしてあげた入浴の時もそうであった後期の夫人は、平気で、体中を人に洗わせて、周知ということを知らぬというが、お師匠様も、サスケドンに対しては、 後期の夫人とと選ぶところはなかった。彼女はまた非常におしゃれであった失明以来鏡を覗いたことはなくとも己の養殖についてはなみなみならぬ自信があり衣類や髪飾りの配合等に苦労することは目開き期と同じであった思うに記憶力の強い彼女は9歳の時の己の顔立ちを長く覚えていたであろうしその情勢感の評判や人々のお世辞が 始終耳に入るので自分の器量の優れていることはよく承知していたのであるされば化粧に浮き身をやつすことは大抵でなかった常にうぐいすを飼っていて糞をぬかに混ぜて使いまたヘチマの水を陳しがおや手足がつるつる滑るようでなければ気持ちを悪がり地肌の荒れるのを最もいいんだすべて弦楽器を弾く者は弦を抑える必要上 左手の指の爪の範囲加減を気にするものだが必ず三日目ごとに爪を切らせ量をかけさせたそれが左の手ばかりでなく両手両足に及んだ切るといってもほとんど目に見えて伸びていないわずかに一輪二輪に過ぎないのをいつも同じ格好に正確に切るように命じ切った跡を一つ一つ手で探って見て少しでも狂いがあることを許さなかった佐助は実にこ、 肉体の関係ということにもいろいろあるサスケのごときは春菌の肉体の個体をしりひちして余すところな気にいたり好きなみの夫婦関係や恋愛関係の無双だもしない密接な縁を結んだのである後年彼が己もまた盲目になりながらなおよく春菌の身辺に奉仕して大化なきを得たのは偶然でない s a s は一生最小をめとらず デッチ時代より83歳の老後まで、春菌以外に、一人の威勢をも知らずに終わり、他の夫人に比べて、どうのこうのという資格はないけれども、晩年間暮らしをするようになってから、常に、春菌の皮膚が世にも滑らかで、獅子が柔軟であったことを、左右の人に誇ってやまず、そればかりが、唯一の老いの繰りごとであった。しばしば手のひらを述べて、お師匠様の足は、 ちょうどこの手の上へ乗るほどであったと言い,い、また我が方を撫でながらかかとの肉でさえ、己のここよりはすべすべしてにこやかであったと言った。彼女が小柄だったことは前に書いたが体は気痩せのする方で裸体の時は肉好きが思いのほか豊かに色が抜けるほど白くいくつになっても肌に若々しい艶があった平素魚町の料理を好み分けても。 代の作りが好物で当時の婦人としては驚くべき美食家であり酒も少々はたしなんで晩酌に1号は欠かさなかったというからそんなことが関係していたかもしれない盲人が物を食う時はさもしそうに見え気の毒な感じを催すものでありまして妙霊の美女の盲人において親春金はそれを知ってか知らずか佐助以外のものに 飲食の鯛を見られるのを嫌った客に招かれた。佐助は鯛の荒煮の身をむしることかにえび等の殻を剥ぐことが上手になり、鮎などは姿を崩さずに尾のところから骨をきれいに抜き取った。頭髪もまた非常に多量で真綿のごとく、やわくふわふわしていた手は、きゃしゃで手のひらがよくしない弦を扱うせいか、指先に力があり。 平手で頬をぶたれると相当に痛かったすこぶる蒸気せせのくせにまたすこぶる冷え症で成果といえどもかつて肌に汗を知らず足は氷のように冷たく四季を通じて厚い衣変たすしの作り第3水準1の91の72麺の入った歯蓋えもしくはちりめんの小袖を根巻きに用い裾そを長く引いたまま着て 両足を十分に包んで寝寝、それで少しも寝姿が乱れなかった。蒸気することを恐れるため、なるべくこたつや湯たんぽを用いず、あまり冷えると、佐助が両足を懐に抱いて温めたが、それでも容易にぬくもらず、佐助の胸がかえって冷え切ってしまうのであった入浴の時は、湯殿に湯気がこもらぬように、冬でも窓を開け放ち、ぬるま湯に、 12分間ずつ何回にも浸かるようにした長湯をすると自家機に動機がして湯気に昇りそうになるのでできるだけ短時間に玄丸を急ぎで体を洗わねばならぬ格のごときことを知れば知るほどサスケの両苦心に察すべしであるしかも物質的に報いられるところは鼻肌薄く給料等も時々の手当に過ぎずタバコ栓にも急することがあり 衣類は、ボンクレに直性をもらうだけであった師匠の大稽古はするけれども、特別の地位は認められず、門弟やお手伝い友は、彼をサスケドンと呼ぶように命ずられ、デ稽古コの友をするときは、玄関先で待たされた。あるときサスケ牛を病み、右の方がおびただしく膨れ、上り夜に入ってから、苦痛耐えがたきほどであったのを敷いてこらえて、色に表さず、折々、 そっとゴうが外をして、息がかからぬように注意しながら使えていると、やがて、春菌は、寝床に入って肩を揉め、腰をさすれという言われるままに、しばらくあんましているともうよいから、足を温めよというかしこまって、裾の肩に大がし、懐を開いて、彼女の小我が胸板の上に乗せたが、胸が氷のごとく冷えるのに反し、顔は、寝床の息切れのためにカッカッとほてって、 悲痛がいよいよ激しくなるのにたまりかね、胸の代わりに膨れた方をしょ。すると、春ゅが、いわくもを温めてくれぬでも、良い胸で温めよとは言うたが、顔で温めよとは言わなんだ初にめの泣きことは、目わききも盲人も変わりはないに、何とて人をあざむかんとはするぞ。汝が歯をやんでいるらしきは、大方昼間の様子にても知れたりかつ。 右の方と左の方と熱も違えば膨れ、加減も違うことは、書にてもよく分かるなりさほど苦しくば、正直に言うたら、よろしか、なん私とても、召使いをねぎらわる道を知らざるにあらず、しかるにいかにも忠義らしく装いながら、主人の体を持って歯を冷やすとは、大それた横着者かな、その心底憎さも憎しと。春金の佐助を偶すること。 おおよそこの類であったわけでも彼が年若い女弟子に親切にしたり稽古してやったりするのをえきばずたまたまそういう疑いがあると嫉妬を露骨に表さないだけ一層意地の悪い当たり方をしたそんな場合に佐助は最も苦しめられた女で盲目で独身であれば贅沢といっても限度があり BB 食を欲しいままにしても、だかが知れているしかし、春季の家には、主一人に、奉公人が56人も使われている、月々の生活費も、生優しい額ではなかった。なぜ、そんなに、金や人手がかかったというと、その第一の原因は、小鳥道楽にあった、中んずく。彼女は、ウグイスを愛した。今日、鳴き声の優れたウグイスは、 一は一万円もするのがある王子といえども、事情は同じだったであろう。もっとも京都と昔とではなき、声の聞き分け方や鑑唱法が幾分異なるらしいけれども、まず、今日の例をもって話せば結局結局結局結挙となく、いわゆる谷渡りの声法キーベカコンとなく、いわゆる高音、方法ほけの地声の外に、この二種類の鳴き方をするのが値打ちなのであるこれは。 ヤブウグイスでは泣かない。たまたま泣いてもホーキーベカコンと泣かずにホーキーベチャと泣くから汚いベカコンとコンという金属製の美しい余韻を引くようにするにはある人為的な手段をもって養成するそれはヤブウグイスのヒヨコをまだ尾の生えぬ時に生け取ってきて別な師匠のウグイスにつけて稽古させるのである尾が生えてか。 師匠のウグイスも元来そういう風にして人為的に仕込まれたウグイスであり有名なのは法王とか千代の友とか言ったようにそれぞれ名を持っているさればどこの誰しの家には近々の名長がいるということになればウグイスを飼っている者は我がウグイスのためにはるばるとその名長のもとを訪ね鳴き方を教えてもらうこの稽古を声をつけに行くといい 大抵早朝に出かけて幾日も続ける時には師匠のウグイスの方から一定の場所に出張し弟子のウグイスもがその周囲に集まりあたかも商家の教室のごと期官を呈するもちろん個々のウグイスによって素質の優劣声の微臭があり同じ谷渡りや高音にも伏島橋の上手べた余韻の長短等様々であるから 良きウグイスを得ることは、容易にあらず得れば、授業料の儲けがあるので、値の高いのは当然である。春金は、我が家に飼っている、一番優秀なウグイスに、天子という名をつけて、朝夕、その声を聞くのを楽しんだ天子の鳴く音は、実に見事であった高音のコという音のさえて、余韻のあることは、人工の極地を尽くした楽器のようで、鳥の声とは、 思われなかったそれに恋の寸が長く張りもあれば艶もあったされば天子の取り扱いは甚だ低調で食物のごときも注意に注意を加えさせた普通うぐいすのこすり餌を作るには大豆と玄米をいって粉にしたものへぬかを交えておしろいを制し別に船やはやの干したのを粉にした船子というものを用またうぐいすは 人の見ている前では泣かない籠を塩気という霧の箱に入れ、障子をかんめて密閉獅子の外から、ほんのり明かりがさすようにする。この塩気の障子には、シタン黒炭などを用いて、精巧な彫刻を施したり、あるいは、腸外をちりばめ、蒔絵を描いたりして、趣向を凝らし中には、骨董品などもあって、今日でも、百円、二百円、五百円などという高価なのが。 珍しくない天子の塩気には、シナから白菜したという逸品がかんまっていた骨は、下で作られ、腰に、浪費の翡翠の板が入れてあり、それへ、細々と、山水楼郭の彫りがしてあった、誠に高価なものであった。春菌は、常に、我が今の床脇の窓のところに、この箱を据えて聞き入り、天子の美しい声がさえずるときは、機嫌が良かったゆえに、 奉公人ともはせいぜい水をかけてやり泣かせるようにした大抵快晴の日の方がよく泣くので天気の悪い日は従って春勤も気難しくなった天子の泣くのは冬の末より春にかけてが最も頻繁で夏に至るとおいおい回数が少くなり春勤も次第にうつうつとする日が多かった一体うぐいすは上手に飼えば寿命が長いものだけれども それには、最新の注意が寛容で、経験のないものに任せたら直帰死んでしまう死ねばまた、代わりのうぐいすを買う春菌の家でも、初代の天子は、8歳の時に死し、その後、しばらく二代目を継ぐ名帳を得られなかったが、数年を経て、ようやく、先代を恥かしめぬうぐいすを養成し、これを、再び天子と名付けて愛願した、二代目の天子もまた、 その声えれようにして、火料瓶河を欺きければ、日赤加護を座右に起きて、障愛すること大方ならず、常に門弟等をして、この鳥の鳴く音に耳を傾けしめ、叱る後に諭して曰く、汝等また、鈍魂の指弟を恥じしめて、賞金といえども、芸道の肘を介するに。 あらず何時人間に生まれながら鳥類にも劣れりと失することしばしばなりきなるほど理屈はその通りであるが何かにつけてウグイスに比較されてはサスケをはじめ門弟一同やりきれなかったことであろうウグイスについで愛した者はひばりであったこの鳥は天に向かって非せ線とする習性があり籠のうちにあっても常に高く舞い上るので籠の形も 縦に細長く作り三尺四尺五尺というような丈に達するしかれどもひばりの恋を真に勝負するには籠より放ってその姿の見えずなるまで空中に舞い昇らせ雲の奥深く分け入りながら鳴く声を地上にあって聞くのであるすなわち雲霧の技を楽しむ大抵ひばりは一定時間空中に止まったあと再び 元の籠へ舞い戻ってくる空中に止まっている時間は十分ないし二十三十分であり長く止まっているほど優秀なひばりであるとされるゆえにひばりの競技会の時には籠を一列に並べて置き同時に戸を開いて空へ放ちやり最後に戻ってきたものを勝ちとする列島のひばりは戻ってくる時ごまって隣の籠へ入ったり華正しきは。 1一丁も2丁も離れたところへ降りたりするが普通はちゃんと自分の籠をわきまえているけだしひばりは垂直に舞い上り空中の一箇所に止まっていて再び垂直に降下するのであるされば自然と元の籠へ戻るようになる雲霧とは言うけれども雲を切って横に飛ぶのではない雲を切るように見えるのは雲の方がひばりをかすめて飛ぶためである 淀屋橋筋の春敬の家の隣近所に下居する者は、うららかな春の日に、盲目の女師匠が物ひだいに立ち入れて、ひばりを空に上げているのを見かけることが珍しくなかった彼女のそばには、いつも佐助がはべり、外に、鳥籠の世話をするお手伝いが、一人ついていた女師匠が命ずると、お手伝いが籠の戸を開けるひばりは、危機としてツンツン鳴きながら、高く高く登っていき、 姿を霞の中に没する女師匠は見えぬ目を上げて鳥影を追いつつやがて雲の間から泣きしきる声が落ちてくるのを一心に聞き惚れている時には同行の人々が命名自慢のひばりを持ち寄って競技に興じているそういう折にトナ近所の人々も自分たちの家の物悲に登ってひばりの声を聞かせてもらう中にはひばりよりも 別品のの女師匠の顔を見たがるる。手合いもある町内の若い衆などは年中見慣れているはずだのに物好きな痴漢はいつの世にも絶えないものでひばりの声が聞こえるとそれ女師匠が拝めるぞとばかり急いで屋根へ登っていった彼らがそんなに騒いだのは盲目というところに特別の魅力と深みを感じ好奇心をそそられたのであろう平素佐助に手を引かれて出稽古に赴く時は 黙々として難しい表情をしているのにひばりを上げるときは晴れやかに微笑んだり物を言ったりする様子なので美貌が生まだこの外にもコマドリオウムメジロホウジロなどを飼ったことがありじによっていろいろな鳥を5羽も6パも養っていたそれらの費用は大抵でなかったのである彼女はいわゆる内面の悪い方であった外に出ると思いのほか 愛想がよく客に招かれた時などは言語動作が至ってしとやかで色気があり家庭でサスケをいじめたり弟子を打ったり罵ったりする婦人とは受け取りかねる風情があったまた付き合いのためには見栄を飾り派手を喜び祝儀無祝儀ボンクレの贈答等にはモズヤの娘たる格式を持ってなかなかの気前を見せ下ナ下じゃお茶子かごかき 人力車不当へのまとい頭にも思い切った額を弾んだだがそれならば無鉄砲な浪費家であったかというのに断じてそうではなかったらしいかつて作者は私の見た大阪および大阪人と題する編中に大阪人のつましい生活ぶりを論じ東京人の贅沢には裏も表もないけれども大阪人はいかに派手好きのように見えても 必ず人の気のつかぬところで上皮を接し締めくくりをつけていることを説いたが春菌も土生町の町家の生まれであるどうしてその辺にぬかりがあろうや極端に斜視を好む一面極端に臨食で欲張りであったもともと派手を競うのは持ち前の負けじ魂に発しているのでその目的に沿わぬ限りはみだりに浪費することなく いわゆる死に金を使わなかった気まぐれに、ぱっぱっと撒き散らすのでなく、使徒を考え、効果を狙ったのであるその点は、理性的打算的であった。されば、ある場合には、負けじ魂が、かえって貪欲に変形し、門弟より調する。月謝やお膝ざつきのごとき、女の身として、おおよそ、他の師匠連とのふり合いもあるべきに、自ら辞することすこぶる高く。 一流の県業と同等の額を要求して譲らなかった。そのくらいはまだ良いとして、弟子共が持ってくる中元や聖母の付け届け等にまで干渉し、少しでも多いことを希望して、安々内にその意を封すること必要を極めた、ある時盲人の弟子がありかまずしきゆえに、月々の謝礼も滞りがちであったが、中元に付け届けをすることができず、心ばかりに、 白線厚物を一り買ってきて、女王佐助に訴え、何とぞ、私の品を、蓮見よ師匠様に、そこを、よろしくお取りなしくだされ、おめこぼしをがんのと言った。佐助も気の毒に思い、恐る恐る、その胸を取りついて沈縁すると、にわかに顔の色を変えて、月謝や付け届をやかましく言うのを欲張りのように思うかしれぬが、そんなわけではない銭金は、 どうでもよけれど、大体の目安を定めておかなんだら、指定の礼儀というものが成り立たぬ。あの子は、毎月の謝礼をさえ怠り、今また、白線厚物一人を中元と称して持参するとは、無礼の至り師匠をないがしろにすると言われても仕方がなかろう。せっかくながらそれほど貧しくては、芸道の上達も、おぼつかない。もちろん、ことと品によっては、 無報酬にて教えてやらぬものでもないが、それは、行く末に望みもあり、万人に際を。また、余分の付け届けを持っていくと、さしも、稽古の厳重な彼女も、そのひついたちは、その子に対して顔色を和らげ、真にもない褒め言葉を吐いたりするので、聞く方が気味を悪がり、お師匠さんのお世辞というと、恐ろしいものになっていた。 そんな次第古書法からの到来者はいちいち自ら吟味して菓子の檻まで開けて調べるという風で月々の収入支出等も佐助を呼びつけて手残盤を置かせ決算を明らかにした彼女は非常に係数に佐徳安算が達者であり一度聞いた数字は容易に忘れずゴム屋の払いがいくらいくら酒屋の払いがいくら いくらと2月3月前のことまで正確に覚えていた筆胸彼女の贅沢ははだしく利己的なもので自分がおごりにふけるだけどこかで差し引きをつけなければならぬ結局お鉢は奉公人に回った彼女の家庭では彼女一人が大名のような生活をしサスケ以下の召使いは極度の節約を強いられるため爪に火をともすようにして暮らした その日その日の飯の減り方まで多いのしょういのというので、食事も十分には取れなかったくらいであった奉公人は、陰口を聞いて、お師匠様は、うぐいすやひばりの方が、お前等より忠義者だとおっしゃっしゃるが、忠義なのも無理がない、私等よりも、鳥の方が、ずっと大事にされていると言った。もずやの家でも、父の安左衛門が生存中は、 月々春敬の優雅がママに仕送ったけれども父親が死んで兄が家督を継いでからはそうそう言うなりにもならなかった今日でこそ勇敢婦人の贅沢はさまで珍しくないようなものの昔は男子でもそうはいかぬ裕福な家でも献儀な休暇ほど衣食住のおごりを慎み 戦場の阻止を受けないようにしなり上がり者にごするのを嫌った春菌に謝死を許したのは、外に楽しみのないフグの身を憐れんだ親の情であったのだが、兄の代になると、都客の非難が出て、最大限度月に期間と額を決められ、それ以上の請求には応じてくれないようになった彼女の隣職も、そういうことが多分に関係しているらしい。しかしか なおかつ生活を支えてあまりある金額であったから、金曲の教授などはどうでもよかったに、違いなく、弟子に対して鼻息の荒かったのも当然である。事実、春金の門を叩く者は、幾人と数えるほどで、積,積料々両漁たる者であったさればこそ、小鳥道楽などにふけっている暇があったのである。ただし、春金が、幾多流のことにおいても、三元においても、 当時、大阪第一流の名手であったことは、決して、彼女の自負のみにあらず、公平なものは、みんな認めていた、春金の傲慢を憎む者といえども、真珠は確かに、その技を妬み、あるいは恐れていたのである作者の知っている老芸人に、青年の頃、彼女の三言をしばしば聞いたというものがある。もっとも、この人は、浄瑠璃の三味線引きで、流儀は自ら違うけれども、 近年、地唄の三味線で、春琴のごとき微妙の音を、前景の老芸人の話では、春琴の三味線おかげで聴いていると、ねじめが咲いていて、男が弾いているように思えた音色も、単に美しいのみではなくて、変化に富み、時には鎮痛な深みのある音を出したという、イカさま女子には珍しい名手であったらしい。もし春が 今、少し除才なく、人に減りくだることを知っていたなら、大いに、その名が、あらは割れたであろうに風紀に育って、政権の苦難をほぐせず、気づい気ままに振る舞ったために、世間から敬遠され、その際のゆえに帰って、四方に敵を作り、虚なしく埋もれ果てたのは、自業自得ではあるけれども、誠に不幸と言わねばならぬ。されば、春勤の門に入る者は、かねてより、 彼女の実力に服し、この人を置いてしと頼むものはないという風に思い詰め、就業のためには、甘んじて、無語からな弁達を受けようどばも、長着も辞するところにあらずという覚悟の上で来たのであったが、それでも長く耐えのんだ者は、小ョ大抵は辛抱できずにしまった素人などは、一月と続かなかった。安ずるに、春勤の稽古ぶりが、弁達の息を通り越して、 お,お,お意地の悪い石棺に発展し、視虐的色彩をまで帯びるに至ったのは、幾分か名人意識も手伝っていたのであろうすなわちそれを、世間も許し門弟も覚悟していたので、そうすればするほど名人になったような気がし、だんだん図に乗って、ついに自分を制しきれなくなったのである。茂わてる女は言う、お弟子さんが本に章ょうござりましたが、中には、 お師匠さんのご器量が目当てで習いに来たられるお人もござりました。素人衆は大概そんなのが多かったようでござりますと。美貌で未婚でかつ資産家の娘であったからこれはいかにもありそうに思われる彼女が弟子を封することし烈であったのはそういう冷やかし半分の狼オ連を撃退する手段でもあったというが皮肉にもそれが。 かえって人気を呼んだらしくもある邪水をすれば、真面目な苦労との門弟の中にも、盲目の美女の仕事に、不思議な快感を味わいつつ、芸の修行よりもその方に引き付けられていたものが、絶無ではなかったであろう幾人かは、ジャン・ジャック・ルーソーがいたであろう今や春金の身に降りかかった第二の災難を除するに際し、天にも、明瞭な記載を避けてあるために、その原因や加害者を、 ここに考えられることは、土佐堀の雑穀賞美野や久兵衛の推に、美太郎という盆地があった中、中の奉納社で、かねてより遊芸自慢であったが、いつの頃よりか春菌の門に入って、金斜味線を習っていた、この者親,親の信代を、鼻にかけどこへ行っても、若旦那で通るのを良いことにして威張る癖があり、同門の指定を、店の番頭手代並みに、心へ見下す風があったので、 春敬も心中面白くなかったけれどもそこは例のつけ届を十分にたっぷり薬を効かしてあるので断りもならずせいぜい除細なく扱っていたしかるにさすがのお師匠さんも己には一目置いているなどと言いふらしことに佐助を軽蔑して彼の大稽古を嫌いお師匠さんの教授でなければ収まらずだんだん増長する様子に 春金も完璧を募らせていたところ、父親久兵衛が老後の用意に天賀茶屋の閑静な場所を選び、葛ず州の隠居所を建て、十数株の梅の古木を庭園に取り込んであったがある年の如木,木に、ここで梅見の宴を催し、春金を招いたことがあった。総大将は若旦那の李太郎、それに奉還芸者等の抹社が加わり、春金には、 サスケが付き添っていったこと言うまでもないサスケはその日リタロウはじめ末茶からちょいちょい杯を刺されるので大いに当惑した近頃師匠の晩酌の相手をして少しばかり手が昇ったけれどもあまりいける口でなかったしよそへ行っては師匠の許可がない限り一滴といえども飲むことを禁ぜられていたしよっては肝心の手引きの役が骨っになるから飲む真似をしてごまかしているのを。 伊太郎が目さとく見つけお師匠藩お師匠藩のお許しが出なさすけどんのみやはれしまへんきょうは梅見だししゃないかいな一日くらいその日一座に連なった法官も芸者もかねて聞き及んだ巧妙の女師匠を目のあたりに見噂に違わぬ乳桜のあで姿ときんとに驚かぬものなく口々に褒めそやしたというそれは伊太郎の胸中を察し眼心をかわんが たのお世辞ででもあったであっろうが、当時37歳の春菌は実際よりも確かに銃は若く見え色あくまで白くして襟元などは見ているものが続々と寒気がするように覚えた兜の色のつやつやとした小さな手をつつましく膝に置いてふむき加減にしている盲目の白のあでやかさは一座の瞳をことごとく引き寄せて甲骨たらしめたのであった。 滑稽なことはみんなが庭園へ出て商用したときさすけは春ゅをバイの間に導いてそろりそろり歩かせながらほれここにも梅めがござりますといちいち老木の前に立ち止まり手を割って幹をなでさせたおよそ盲人は触覚を持ってものの在を確かめなければ得心しないものであるから。 木の眺めを称するにもそんなふうにする習慣がついていたのであるが、春勤の選手がきっくした狼梅の幹をしきりに撫で回す様子を見るや、ああ梅の木がうらやましいと、一奉還が規制を発した。すると、今一人の奉還が、春勤の前に立ち塞がり、また梅の木だっせと。これらは、一種の愛嬌であって、春勤を称える意味にこそ慣れあな乗る心ではなかったけれども。 有利の悪じゃれになれない春勤は、あまり良い気持ちがしなかった。いつも、目分き期と同等に待遇されることを星差別されるのを嫌ったので、こういう冗談は、何よりもガンに触った。やがて、夜に入り、座敷を変えて、再び宴を開いた時佐助ドン。あんたも疲れはったやろ。お師匠藩は、わいが預かる、あっちに支度したあるさい、っぱいやってきとくなはれと言われるままに。 むやみに酒を強いられぬうち腹をこしらえておくにしかずと佐助は別室へ引きし去って先に夕飯の地層を受けたがご飯をいただきますというのを調子を持った老女の一人がべったり月切りでまあお一つまあお一つと重ねさせるおかげで思いのほか時間を潰したが食事を済ませてもしばらく呼びに来ないのでそこに控えていた間に座敷の方で どういうことがあったのか、サスケを呼んでくだされというのを、しかし、結局、こんなことから出入りをしなくなってくれたらいい塩梅だと思っていたのに、色男を台無しにされては、素直に諦めきれなかったものかまた、明くる日から、ずうずうしくも、平気で稽古にやってきたので、それならば、本気で叩き込んでやる、真剣の修行に応えるなら応えてみようと、にわかに態度を。 改めてピシピシと教えた。そうなると、利太郎は、面食らって、毎日サントの汗を流し、夫婦言い出した元来が、自分免許の芸でおだてられているうちはよいが、意地悪く突っ込まれたら荒だらけであるそこへ、不遠慮などばが飛ぶから、稽古にことよせて、隙もあらばというような、だらけた心では、辛抱しきれず、次第に横着になり、いくら熱心に教えても、 わざと気のない引き方をするついに春金はアホーといいさまバチを持って打ったはずみに眉間の皮を破ったので伊太郎はあいたと悲鳴を上げたが額からポタポタ垂れる血を押し拭い覚えてなはれと謝罪児を残して奮然と座を立ちそれきり姿を一説に春金に危害を加えた者は 北の新地辺りに住む某少女の父親ではなかったかというこの少女は芸者の下じっこであったからみっちり仕込んでもらうつもりで稽古の辛さをこらえつつ春金の門に通っていたところある日鉢で頭を撃たれ泣いて家へ逃げ帰ったその傷跡が生え際に残ったので当人よりも親父が簡ン,ンに腹を立ててねじ込んだ。 多分養父ではないジップだったのであろうなんぼ修行だからといって、年始もいかぬ女の子を苛むにも程がある、売り物の顔に傷をつけられ、このままでは済まされない、どうしてくれると、だいぶ過激なゲンを使ったので、持ち前の聞かぬ気を出し、私。しかし、生え際といっても、角の真ん中か耳の後ろか、どこかに。 ちょっぴり跡がついたぐらいを根に持って一生総合が変わるほどの凄まじい危害を与えたというのは我が子愛しさに取り上気せた親心にしてもあまり復讐が必要に過ぎる第一相手は盲人であるから美貌を厨房に変せしめても当人にはそれほど打撃にはならないもし春金のみを目的とするなら他にもっと痛快な方法もあろう察するところ 復讐者の意図は、春菌を苦しめるに止まらず、春菌以上に s a s を悲惨せしめようとしたのではないか。それは、また、結果において、最も春菌を苦しめることになるのである。かく考えれば、前景の少女の父親よりも、利太郎を疑う方が順当のように思われるが、いかに。利太郎の横連坊に、どの程度の熱意があったか知るべくもないが、若年の頃は、誰しも、 年下の女より年間女の美に憧れる、おそらく極道の果てのアあでも内向でもないが、高じた挙句盲目の美女に怖くを感じたのであろう最初は、一時の物好きで手を出したとしても、肘鉄砲を食わされた上に、男の眉間まで割られれば、随分、昭悪ない主張らしをしないものでもない。だが、何分にも、敵の多い春敬であったから、まだこの外にも、 どんな人間がどんな理由で恨みを抱いていたかもしれず、一概に、利太郎であるとは断定しがたいまた、必ずしも地上の沙汰ではなかったかもしれない金銭上の問題にしても、前に挙げた貧しい盲人の弟子のような残酷な目に遭った者は、一人や二人ではなかったというまた、利太郎ほど厚かましくはないにしても、佐助を嫉妬していた者は何人もあったという佐助が、 一種奇妙な位置にある手引きであったことは長い間には隠しきれず門邸中に知れ渡っていたから春勤に思いを寄せる者は確かに佐助の幸福を正式の夫であるならあるいはせめて上婦としての待遇を受けているなら文句の出どころはなかったけれども表面はどこまでも手引きであり奉公人でありあんまから三階の役まで務めて 春金の身の回りのことは一切取り仕切り忠実一方の人間らしく振る舞っているのを見ては裏面の消息を介する者には肩払いたく思えたでもあろうああいう手引きならちっとやそっとつらいことがあっても己だって勤める感心するには当たらぬとあざける者もしょうくなかったされば佐助に憎しみをかけ春金の美貌が一丁恐ろしい変化をきたしたら あいつがどんな面をするかそれでも神妙にあの世話の焼ける方向をしとげるだろうかそれが見物だという全くの敵本主義からでも決行しないとは限らない要するに「臆説奮奮」としていずれが真相やら判定し難いがここに全然意外な方面に疑いをかけようとする有力な一説があっていわくおそらく加害者は 門邸ではあるまい春金の商売がたきである某兼業か某女師匠であろうと。別に、証拠はないけれどもあるいは、これが最もほじくった観察であるかもしれない。けだし、春金が居城豪腕にして、芸道にかけては、自ら第一人者をもって認知、世間もそれを認める傾向があったことは、同業の師匠連の自尊心を傷つけ時には、 脅威ともなったであろう剣業といえば昔は京都より盲人の男子に下される一つの立派なくらいであって特別の衣服と乗り物を許され尋常芸人の輩とは世間の待遇も違っていたのにそういう人が春勤の技に及ばないという噂を立てられては盲人であるだけに根強い意志を含んだでもあろうし何とかして彼女の技術と評判等をもし 加害者が某剣業にあらずして、某女師匠であったとすれば、器量自慢までが貫くかったに違いないから、彼女の美貌を破壊し、去ることに、一層の買い味を覚えたであろう。各いろいろと疑い、徳良、ルル剣員を数えてくれば、早晩、春勤に、必ず、誰かが手を下さなければ、すまない状態にあったことを察すべく、彼女は、不不思議のうちに、 災いいいのの種を,をへ撒いていたのである前期天狗茶屋の梅見の宴のあと約一ヶ月半を経た三月晦日の夜八つ半時頃すなわち午前三時時分に佐助は春金の苦言する声に驚き目覚めて次の間よりはせつけ急ぎ十日を転じてみれば何者か雨戸をこじ開け春金が伏せ戸に任入りしに 早くも s a s が起き出たる気配を察し、一物を燃えずして逃げうせぬとおぼしく、すでに、紙幣に人影もなかりき。この時、賊は、終傷のあまり、ありあわせたる鉄瓶を、春金の頭上に投げつけて去りしかば、雪を欺く豊凶に、熱湯の弱は飛び散りて、口惜しくも、一点火けの跡を止めぬ。とより白壁の引きずに過ぎずして、 昔ながらのかがんだ迷うは依然として変わらざりしかども、それより、以後、春勤は、我が面上の些細なる傷を外ること、甚だしく、常に、ちりめんの時きを持って顔を覆い、終日一室に老居して、かつて人前に出ざりしかば、親しき親族門弟といえども、その相棒をうかがい知りがたく、ために、 呪術なる風文奥説を生むに至りぬというのが春近伝の記載である。伝は、続けて、いわく、けだし、不傷は、警備にして、天品の美貌をほとんど存ずることなかりき。その人に面接するを相たるは、彼女が、潔癖のいたすところにして、取るにも足らぬ傷跡を、恥辱のごとく考えしは、盲人の思い過ごしとや言わんと。さらにまた、 いわく、しかるにいかなる因縁にや、それより、数十日を経て、佐助もまた白内障を患い、たちまち両眼暗黒となりぬ。佐助は、我が眼前朦朧として、ものの形の次第に見えわかず、成り行き指示、にわかめくらめの怪しげなる足取りにて、春勤の前にいたり、狂気して叫んでいわく、死を、佐助は、失明いたしたり、もはや、 一生お師匠様のお顔の傷を見ずに済むなり、まことに良き時に盲目となりこうものかな。これ必ず天意にてはべらんと。春近これを聞きて、無然たることやや久しいと。佐助が中情を思いやれば、ことの真相を暴くのに忍びないけれども、この前後の伝の叙述は、恋に曲筆しているものと見る外はない彼が。 偶然白内障になったというのも、腑に落ちないしまた、春菌がいかに潔癖であり、いかに盲人の思い過ごしであろうとも、天秤の美貌を存じなかった程度のやけどであるならば、難をもって頭幅で面停を包んだり、人に接するのをいとったり、しようぞ事実は、かがんだまように、無残な変化をきたしたのである。しぎさわてる女そのほか23の人の話によると、 賊はあらかじめ台所に忍び込んで火を起こし湯を沸かした後その鉄瓶を下げて伏せ戸に侵入し鉄瓶の口を春菌の頭の上に傾けて真っ正面に熱湯を注ぎかけたのであるという最初からそれが目的だったので普通の物取りでもなければ狼狽のあまりのせいでもないその夜春菌は全く気を失い翌朝に至って正気ついたが 焼けただれた皮膚が乾ききるまでに二か月以上を要したなかなかの重傷だったのである。されば、ものすごい僧帽の変わり方について、主々機械なる噂が、立ち毛髪が剥落して、左半分がはげ、頭になっていたというような風文も根のない臆説との見生し、去るわけにはいかない佐助は、それ以来失明したから見ずに済んだでもあろうけれども、親しき親族門弟といえども、 その相像をうかがい知りがたかったというのは、いかがであろうか、絶対に何人にも見せないようにすることは、不可能であろう資源に、しぎさわてる女のごときも見ていないはずはないのである。正してる女も、サスケの志を重んじ、決して春品の要望の秘密を人に語らない私も一応は尋ねてみたが、サスケさんは、お師匠様を、 四重美しい器量のお方じゃと思い込んで、いや張りましたので、私もそう思うようにしておりましたと言い、詳しくは教えてくれなかった。サスケは、春金の死後14年を経た後に、彼が失明した時の戦いきさつを側近者に語ったことがあり、それによって、詳細な当時の事情がようやく判明するに至った。すなわち、春金が教官に襲われた夜、サスケは、 いつものように、春金の寝屋の次の間に眠っていたが、物音を聞いて目を覚ますと、有明あんの火が消えてい、真っ暗な中にうめき声がする s a s は、驚いて飛び起き、まず火をともして、その安んを下げたまま、屏風の向こうに敷いてある春金の寝床の方へ行った、そしてぼんやりした安んのほかげが、屏風の近地に反射する、おぼつかない明かりの中で、 部屋の様子を見回したけれども、何も取り散らした形跡はなかった。ただ、春菌の枕元に鉄瓶が捨ててあり、春菌もひと寝中にあって、静かに行儀していたが、なぜか、口たすうん、第三、その後も、四終誰にも、ワての顔を見せてはならぬ、きっと、このことは内密にしてと、夢うつつのうちに上言を言い続け、なんの、 それほどご暗示になることがござりましょう、皮ふれの跡が治りましたら、やがて、元のお姿に戻られますと慰めれば、これほどの大やけに、免停の変わらぬはずがあろうか、そのような気休めは、聞きともない、それより顔を見ぬようにしてと、意識が回復するにつれて、一層言い募り、医者のほかには s a にさえも、不傷の状態を示すことを、嫌がりごうやや包帯を取り替えるときは、 みんな美容室を追い立てられたされば u k e は塔や枕元へ駆けつけた瞬間焼けただれた顔を一目見たことは見たけれども静止するに答えずしてとっさに目を背けたので灯明の火の揺らめく影に何か人間離れのした怪しい幻影を見たかのような印象が残っているに過ぎずその後は常に包帯の中から。 鼻の穴と口だけ出しているのを見たばかりであるという思うに、春菌が見られることを恐れたごとく、佐助も見ることを恐れたのであった彼は、病床へ近づくごとに努めて、目を閉じあるいは、視線をそらすようにしたゆえに、春菌の僧帽が、いかなる程度に変化しつつあるかを実際に知らなかった島たち。しかるに、病状のこあって、負傷も、おいおい解放に赴いた頃一日。 病室に、サスケが、ただ一人自座していると、サスケお前は、この顔を見たであろうのと、突如春金が思い余ったように尋ねた、いえいえ見てはならぬとおっしゃししゃってでござりますものを、なんでお言葉に違いましょうぞと答えると、もう近いうちに傷が癒えたら、包帯をのけねばならぬし、お医者様も来ぬようになる。そうしたら、4人はともかく、お前にだけは、この顔を見られねばならぬと。 勝ちな春勤も意地がくじけたかついぞないことに涙を流し包帯の上からしきりに両眼を押し拭えば佐助も安視家として言うべきそれより数日を過ぎすでに春勤も床を離れ起きているようになりいつ包帯を取り除けてもさしない状態にまで治癒した自分ある朝早く佐助はお手伝い部屋から下女の使う兄弟と縫い針とを密かに持ってきて 寝床の上に丹座し鏡を見ながら我が目の中へ針を突き刺した針を刺したら目が見えぬようになるという知識があったわけではないなるべく苦痛の少ょい手軽な方法で盲目になろうと思い試みに針を持って左の黒目を突いてみた黒目を狙って突き入れるのは難しいようだけれども白眼のところは固くて針が入らないが黒目は柔らかい二十三度突く 戻どて、春金が起き出た頃手探りしながら、奥の間に行き、お師匠様私は、飯医になりました。もう、一生涯お顔を見ることはござりませぬと、彼女の前にぬかづいていった。サスケ、それは本当か、と、春金は、一号発し、長い間、目前と陳死していたサスケは、この世に生まれてから、後にも先にも、この沈黙の数分間ほど、 楽しい時を生きたことがなかった昔、悪士兵衛劇よは、頼朝の器量に感じて、復讐の念を断じ、もはや、再び、この人の姿を見舞いと近い両眼をえぐり取ったという、それと動機は異なるけれども、その志の悲壮なことは、同じである、それにしても、春金が彼に求めたものは、核のごときことであったか、果実、彼女が、 涙を流して訴えたのは、私が、こんな災難に遭った以上、お前も盲目になってほしいという意であったか。そして、無言で相対しつつある間に、盲人のみが持つ第六感の働きが、佐助の感能に芽生えてきて、ただ、願者の一年より、害何者も,もない春金の胸の中をおのずと得得することができた。今まで、肉体の交渉は、ありながら、 指定の差別に隔てられていた心と心とが初めて、皮脂と抱き合い、一つに流れていくのを感じた少年の頃、押し入れの中の暗黒世界で、三味線の稽古をした時の記憶が蘇生ってきたが、それとは、全然心持ちが違った、およそ大概な盲人は、光の方向感だけは、持っているゆえに、盲人の視野は、 ほの明るいもので暗黒世界ではないのであるサスケは今こそ外界のサスケ痛くはなかったかと春菌が言ったいいえ痛いことはござりませなんだお師匠様の大難に比べましたらこれしきのことが何でござりましょうあの晩くせ者が忍び入りつらき目を押させ申したのを知らずに眠っておりましたのは返す返すも私の部長法眉をお次の間に寝させていただくのは こういう時の用心でござりますのに、このような大事を引き起こし、お師匠様を苦しめて、自分が無事でおりましては、何としても心が済まず、罰が当たってくれたら良いと存じまして、何とぞ、私にも、災難をお授けくださりませ。こうしていては、申し訳の道が立ちませぬと、御霊様に祈願をかけ、朝夕を拝んでおりましたこうがあって、言うなんや望みが、あ、ありがとうござります。 そのお言葉を伺いました嬉しさは、両眼を失うたぐらいには、変えられませぬ、お師匠様や私を悲嘆に暮れさせ、不幸せな目に遭わせようとしたやつは、どこの何者か存じませぬが、お師匠様のお顔を変えて、私を困らしてやると言うなら、私は、それを見ないばかりでござります私さえもくしいになりましたら、お師匠様のご災難はなかったのも、当然。 せっかくの悪たくらみも水の泡になり、定めし、そいつは、犯に相違していることでござりましょう。本に、私は、不幸せどころか、この上もなく幸せでござります。卑怯なやつの裏をかき鼻を明かしてやったかと思えば、胸がすくようでござります。サスケもう何も。災いを転じて服と化した二人の、その後の生活の模様を、最もよく知っている生存者は、 しぎさわてる女あるのみであるてる女は本年七十一歳春菌の家に内弟子として住み込んだのは明治七年十二歳の時であったてる女はすけに糸竹の道を習うそば二人の盲人の間を圧戦して手引き,きともつかぬ一種の連絡係を務めたけだし一人はにわかめくらめ一人は幼少からの盲目とは家橋の上げ下ろしにも 自分の手を使わず、贅沢に慣れてきた、夫人の事故、ぜひともそういう役目を務める第三者の介在が必要であり、なるべく気の置けない少女を雇うことにしていたが、てる女が採用されてからは、実態なところが気に入られ、大いに、二人の信任を得て、そのまま、長く奉公をし、春勤の死後は、サスケに仕えて、彼が、 剣業の位を得た明治二十三年まで側に置いてもらったという。出る女が明治七年に初めて春金の家へ来たとき、春金はすでに四十六歳遭難の後、九年の歳月を経、もう相当の老婦人であった顔は、地裁があって人には見せない。また、見てはならぬと聞かされていたが、モいハぶたの皮膚を着て厚い座布団の上に座り、 アサギネズミのちりめんのトキで、鼻の一部が見える程度に首を包み、頭幅の端が眼瞼の上へまで垂れ下がるようにし、頬や口なども隠れるようにしてあった。サスケは、目をついた時が41歳初老に及んでの失明は、どんなにか不自由だったであろうが、それでいながらかゆいところへ手が届くように俊敬をねぎらわり、少しでも不便な思いをさせまいと努めるようは。 端の見る目もいじらしかった春菌も、また、四人の世話では気に入らず、私の身の回りのことは、目ききでは務まらない、長年の習慣子サスケが、一番よく知っているといい、衣装の着付けも入浴もあんまも城川屋も、いまだに彼を煩わした。さればてる女の役目というのは、春菌よりも、むしろ、サスケの身辺の用を足すことが主で。 直接、春菌の体に触れたことは、めったになかった食事の世話だけは、彼女がいないとどうにもならなかったけれども、その外は、ただ有用な品物を、持ち運び関節に、サスケの方向を助けた。例えば、入浴の時などは、湯殿の戸口までは、二人について行き、そこで引き返って手が鳴ってから、迎えに行くと、もう春菌は、 湯から上がっってて浴衣を着頭幅をかぶっているその間の用事はサスケが一人で勤めるのであった盲人の体を盲人が洗ってやるのはどんな風にするものかかつて春金が指頭を持って狼狽の幹案ずるに資格を失った相愛の男女が触覚の世界を楽しむ程度は到底我等の想像を許さぬものがあろうさすればサスケが 献身的に春金に仕え春金がまたいいとしてその奉仕を求め片身に産むことを知らなかったのもいぶかしむに足りないしかも佐助は春金の相手をする余暇を割いて多くの子女を教えていた当時春金は一室に垂れ込めてのみ暮らすようになり佐助に近代と融合を与えて門邸の稽古を全部引き継がせ音玉指南の看板にも。 モズのの名のそばへ、小さく、ぬくい近代の名を掲げていたが、サスケの忠義と恩人とは、ストに、近隣の同情を集め、春近時代より、かえって門下がにぎわっていた。滑稽なことは、サスケが弟子に教えている狭間春近は、一人奥の間にいて、ウグイスの鳴く音などに聞き惚れていたが、時々、サスケの手を借りなければ、用の足りない場合が起こると。 稽古の最中でもサスケと呼ぶするとここに一言すべきことはそのころ土生町の春金の本家もずやの店は次第にカウンが傾きかけ月々の仕送りも途絶えがちになっていたのであるもしそういう事情がなければ何を好んでサスケは音楽を教えようぞ忙しい合間を見つつ春金のもとへ飛んでいった肩羽鳥は稽古をつけながらも気が 気なかったであろうし春金もまた同じ思いに悩んだであろう。師匠の仕事を譲り受けて、そう腕ながら、一家の生計を支えていった s a s は、なぜ、正式に彼女と結婚しなかったのか。春金の自尊心が、今もそれを拒んだのであろう、勝てる女が、s a s 自身の口から聞いた話に、春金の方は、だいぶ気が折れてきたのであったが、s a s は、 そういう春菌を見るのが悲しかった。哀れな女気の毒な女としての春菌を考えることができなかったという。筆胸、メシーのサスケは、現実に目を閉じ、永劫不変の観念境へ飛躍したのである彼の視野には、過去の記憶の世界だけがある。もし、春菌が、最下のため、性格を変えてしまったとしたら、そういう人間。サスケは、現実の春菌を持って、 元年の春金を呼び起こす媒介としたのであるから対等の関係になることを避けて宗儒の礼儀を守ったのみならず前よりも一層己を卑下し奉公の誠を尽くして少しでも早く春金が不幸を忘れ去り昔の自信を取り戻すように努め今も昔のごとく発球に甘んじ下男同様の添い職を受け収入の全額を上げて 春金のように強したその他経済を切り詰めるため奉公人の数を減らしいろいろの点で節約したけれども彼女の慰安には何一つ異論のないようにしたゆえに盲目になってからの彼の労苦は以前に倍化した。てる女の言によれば当時門弟たちは佐助の身なりがあまりみすぼらしいのを気の毒狩り今 少し偏幅を整えるように封するものがあったけれども、耳にもかけなかった。そして、今も、なお、門弟たちが、彼を、お師匠さんと呼ぶことを禁じ、サスケさんと呼べと言い、これには、みんなが並行して、なるべく呼ばずに済まそうと心がけたがてる女だけは、役目の都合上そういうわけにいかず、常に、春勤を、お師匠様と呼び、サスケを、サスケさんと呼びならわした。 春勤の死後サスケが出る女を唯一の話し相手とし折に触れては亡き師匠の思い出にふけったのもそんな関係があるからである後年彼は剣業となり今は誰にもはばかからずお師匠様と呼ばれ近代先生と言われる身になったが出る女からはサスケさんと呼ばれるのを喜び継承を用いるのを許さなかったかって出る女に語っているのに。 誰しも目がつぶれることは不幸せだと思うであろうが自分は盲目になってからそういう感情を味わったことがないむしろ反対にこの世が極楽浄土にでもなったように思われお師匠様とただ二人生きながら蓮の台の上に住んでいるような佐助の語るところは彼の主観の説明をいでずどこまで客観と一致するかは疑問だけれども四字はとにかく 春琴の儀芸は彼女の遭難を一転気として顕著な心境を示したのではあるまいかいかに春琴が音楽の才能に恵まれていても人生の苦み酸味を舐めてこなければ芸道の神艇に誤入することは難しい彼女は従来甘やかされてきた他人に求めるところは酷で自分は苦労も屈辱も知らなかった誰も 彼女の傲慢の鼻を折るものがなかった。しかるに、天は、痛烈な試練を下して、生死の岩を頭に方向せしめ、増上慢を打ち砕いた。思うに、彼女の要望を襲った彩花は、いろいろの意味で良薬となり、恋愛においても芸術においても、かつて無双だもしなかった三枚境のあることを教えたであろうてる女は、しばしば、春金が、無料の時を消すために、 一人で弦をもてあそんでいるのを聞いたまた、そのそばに、佐助が、甲骨として甲を垂たれ、一心に耳を傾けている光景を見たそして、多くの弟子ともは、奥の間から漏れる、精妙なバチの音をえぶかしみ、あの三味線には、仕掛けがしてあるのではないかなどとつぶやいたという。この時代に、春金は、玉弦の技巧のみならず、作曲の方面にも思いを凝らし、夜中、 ひそかにあれかこれかとつま引きで音をつづっていたてる女が覚えているのに「旬のサイズ」と「六の花」の2曲があり先日聴かしてもらったが独創性に富み作曲家としての天文を期地するに足りる春金は明治19年6月上旬より病気になったがやむ数日前佐助と2人中潜在に降り 愛がのひばりのかごを開けて、空へ放ったてる女が見ていると、盲人の指定手を取り合って、空を仰ぎ、はるかに、遠く、ひばりの声が落ちてくるのを聞いていたひばりは、しきりに泣きながら、高く高く雲前へ入り、いつまで立っても降りてこない、あまり長いので、二人とも気をもみ、一時間以上も待ってみたが、ついにかごに戻らなかった。春菌は、この時からとして楽しまず、 間もなくかっけにかかり秋になってから渋滞に陥り10月14日心臓麻痺で調整したひばりの外に第三世の天子を飼っていたのが春金の死後も生きていたが佐助は長く悲しみを忘れず天子の鳴く音を聞くごとに泣き暇があれば仏前に功を訓じてある時は箏をある時は三言を取り春納さえずを引いた ソレビンバンタル校長は、キューグに止まるとという文句で始まっているこの曲は、けだし、春ン,ンの代表作で、彼女が新婚を傾け尽くしたものであろうしは短いが、非常に複雑な手事がついている春ン,ンは、天狗の鳴く音を聞きながら、この曲の構想を得たのである手事の旋律は、ウグイスの凍れる涙今やとクらんという三山の雪の三髄たす角、U プラス 6EC6。6 383の4、けそめる春の初めから、水かさの増した渓流のせせらぎ将来の響きこちの訪れの山の霞梅めの香り花の雲さまざまな景色へ人を誘い、谷から谷へ枝から、枝へ飛び移って鳴く鳥の心を。天子は、この曲を聴いて、生まれ故郷の渓谷を思い、広々とした天地の陽光を慕ったのであろうが、佐助は、旬のさえずを引きつつ、 どこへ魂を馳せたであろう触覚の世界を媒介として観念の瞬間を見つめることにならされた彼は聴覚によってその欠陥を満たしたのであろうか人は記憶を失わぬ限り個人を夢に見ることができるが生きている相手を夢でのみ見ていたサスケのような場合にはいつし別れたともはっきりした時はさせないかもしれないちなみに 佑春菌とすけとの間には前期の外に次男一女があり、女児は分娩後に死し男児は二人とも赤子の時に河内の農家へもらわれたが、春菌の死後も残れ、片身には未練がないらしく取り戻そうともしなかったし、子供も盲人の実父のもとへ帰るのを嫌った。かくて、すけは晩年に、および死死も最少もなく、 門弟たちに、看護されつつ明治40年、10月14日光誉れ春金衣装禅上天の正月明日に、83歳という高齢で死んだ札するところ、21年も孤独で生きていた間に、在りし日野春金とは、全く違った春金を作り上げ、いよいよ、鮮やかに、その姿を見ていたであろう佐助が、自ら目をついた話を、天龍寺のが山尾将が聞いて、 研修の間に内外を断じ、醜を火に回した前期を称し、達人のせいに書記士と言ったというが、読者所見は趣向せられるやいなや。昭和8年6月。